話をさせていただいていたあの準備の段階から実は大きく変わってなくて本当に今後どうなるんだろうというハラハラドキドキのそういう状況での開講になりました。今日はそういう意味で、このブレグジットもう2016年からあるいはもうそのずっと前からの EU のことをおやりになっております伊藤先生にねお願いしました。ちょっとレジュメ拝見しまして大変力の入ったよく分かりやすいいつもながらの、お話作っていただきました。ご準備いただきました。それからまた、福田先生にはちょっと政治協定の方からということで福田先生ベテランのもう本当にEU 研究のベテランらしい一つ一歩踏み込んだお話をまたしていただけるものだと思います。またそれからドイツ、それから、でしたっけ、あと他の方にも中村先生はじめ他の方にもご準備いただきました。それから今回は前回第1回目にはご参加していただけなかったんですけど、小川先生と、吉武先生にも加わっていただきました。ぜひとも積極的なご参加今後ともいただきたいと思います。それから、事前に連絡が入っておりましたけど田中先生と、飯村先生が大使が急遽ダメになったんですね。で少し時間の割り振りが余裕ができるかと思いますので伊藤先生には基調報告20分ですけれども、思う存分にとまでは申し上げませんけども少し長めにでもお話しいただいて結構かと思います。さてあまりこういうことばっかり言っても仕方がないので3分間だけ私の方で、冒頭の挨拶に返させていただきたいと思います。まあブレクジット当初は10月の中旬ぐらいまでにならないともう来年1月からの実施は無理だというような話もありましたけどもどうもまだ流動的で今最後の砦として12月の欧州議会それから首脳会議というあたりがまで何とかもつれ込めばというふうなもつれ込んでも大丈夫かなというような話まで出ておりますけれども大変切羽詰まった状況であります。まあこういったEU とイギリスの離脱に関する交渉まあ大きな妨げになっているのはやっぱりコロナであったと思います。まあコロナ禍の現状を考えながらブレグジットについて現状とまた今後の、進展についてまあまだはっきりしてないことたくさんありますけど我々内で議論できればなと思っております。でその中でですねまあ伊藤先生後で問題していただけるたくさんいろんな点を重要な点してご指摘いただけますけれどもまあイギリスがどういう形で離脱するのかということは非常に大きな問題になろうかと思います。先ほどちょっと名前の名称忘れましたけれども伊藤先生が、イタリアレクスですかレクジットですかというまあこれも英語の新聞やフランス語の新聞なんかでやると出てきますけれどもドミノ現象というまあと言っていいのかどうか分かりませんけども他の EU 加盟国にも大きく波及する、まあ、EU 内の話であります。それから EU とイギリスの関係どうなるかということは EU そのものにとっても大きな問題であると思います。今日は私フランスの発表の準備ございませんけれども昨今の新聞等を読んでおりますとすぐ直近でもう来年1月から関税 のイギリスとフランスとの間で、ね、トラックの列ができるとかですね関税手続き等復活してそれから、2億7000万の年間の関税手続きが大体あるというふうな数字も出ておりましてこれが非常に滞ってしまうとかですね、まあ、そんな直近の話からですねもうそれから EU そのもの、まあ、ドミノ現象起こっちゃうと本来の在り方に非常に関わってくるわけですけれども、まあ、そういった大きな問題まで関わってきて話が広がってきている話が拡大するテーマであると思います。特にまあ EU からすれば EU の信念である、レゾンデートルともいえるデモクラシーによる統合ですよね。そういう、まあ、福田先生の
日頃使われている言葉によれば、ヨーロピアンガバナンス、あるいは連帯という根本的なものに関わってくる話になろうかと思います。それから、将来のことについては、政治制限等で、これはまた、とりあえず1月からのことで、まあ、その後のことになるわけですけど、やっぱり政治宣言、やっぱり重要なことで、意外とメディアなんかで、日本のメディアなんかであまり重視しないところかと思います。これについてもお話しいただけると思います。まあ、挙げ出したらきりがないわけですけれども、いろんなテーマ盛りだくさん、そして最後に日本との関係はどうなのかという話にもなろうかと思います。まあ、ジェトロなんかの資料を見ますと、日本の企業どうなるのかというようなことに話が集中しているようなところもありますけれども、我々はもっと根本的な EU の根本的なところから考えていきたいと思います。長くなりましたけれども、そのような一般的な関心から、今日伊藤先生にまずは基調報告をしていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速始めさせていただいてよろしいということでしょうか。はい、はい、じゃあ画面共有させていただきます。はい、それでは、お話を始めさせていただきます。本日ですね、コロナ禍の EU 交渉とそれから、まあ、英国情勢ということでお話をご準備させていただきました。この政策パネルで、まあ、定期的にブレグジットをめぐる、まあ、イギリスの情勢をご報告させていただきましたので、まあ、その延長線上にあるものを動きを、まあ、振り返りつつ、まあ、多少なりとも先行きを展望してみようということでございます。でまず、資料の前段部分交渉ということなんですけれど、こちら今回ですね、福田先生の方でかなりこう詳しくこの、交渉の進捗状況、それからまあ、対立点のようなところについて噛み砕いた資料をご用意いただいているようでございますので、まあ、私の方は本当に簡単にお話を、もうここの前段については簡単にお話を申し上げたいと思っております。で資料のご覧いただいている2ページのところが、まあこの6月23日から以降のですね、いわゆる、まあ、この EU 離脱のもう非常に大きな流れということで、ご承知の通り、この19年3月29日の、まあ、離脱期限というのがあったものが、まあ、延期されて、まあ、短い期間での再延期、それから10月の再延期ということでですね、まあ、とにもかくにも、ただちょうど1年、まあ、近く前になりますイギリスの総選挙で、まあ、与党の過半数獲得というステップを経て、とにかく今年の1月31日に EU 離脱して、まあ、移行期間に入っているというのは、まあ、ご承知の通りということかと思います。で、まあ、じゃあ今はどうなのかということでございます。まあ、移行期間ご承知の通りイギリスと EU が、まあ、協議をするための期間ということでございまして、まあ、3月の2日からこの新協定ですね、将来関係協定をめぐる協議というのが始まっているんですが、もうこれほぼ協議が始まる前段階から EU がこだわりを見せていたポイントの、まあ、一つというか、一番、まあ、私はこれ集約されていると思うんですけれど、まあ、競争条件の公平性を確保する、まあ、ルールであり枠組みでありということかと思います。そこの部分と、まあ、漁業権といったようなあたりに、まあ、事実上こうポイントが絞り込まれるような形になって、まあ、以後ですね、EU の方は、まあ、もっぱらこうイギリスが譲歩するかどうかというところに、まあ、集中していると申し上げていいかと思います。でそのまま、まあ、時間が過ぎていて、まあ、ボリス・ジョンソン首相は10月15日一つの期限というような話もしていましたけれど、まあ、それはとうに過ぎて、それから、まあ、ヨーロッパのいろいろな手続きを考えるとやはり11月の半ばではないかと言われていた期限も過ぎて、まあ、昨日の首脳会議、特別首脳会議がありましたけれど、これも過ぎてですね、まあ、ギリギリ先ほど渡辺先生がお話しされていたような、まあ、12月にどうなんだというようなお話になってきているということかと思います。でこの
まあ、新協定の批准手続き関係の、まあ、スケジュールということで見ますと、一応こう12月に向けてですね、例えばまあ来週の最初ぐらいには何かこう合意が出てくるんじゃないかというような観測もありますけれど、まあ、そうであるならば、一応こう欧州議会、まあ、委員会もあるし、まあ、本会議も12月中に定例でも予定されているしと、EU理事会、それから首脳会議も予定されているしと、イギリスの議会の方もですね、一応クリスマス休会前の会期がまあ継続されているというようなことで、まあ、これ本当にこう政治的な意思がありですね、それから加盟 EU 側の加盟各国の批准手続きを必要とするような、まあ、混合協定でない、要はまあ加盟国の権限に関わるような内容を含まないというような、まあ、簡素なものであって、で、イギリスの側もイギリスの側でこれ例外的な状況だということで、まあ、決議を急ぐということであれば、一応こう、移行期間終了に続く形でですね、新しい協定に基づく関係に移行すること自体は可能だというのが今のところかと思いますと。要は、まあ、先ほども申し上げました、イギリス側が EU の申し出を飲むかどうかというところが一つ、まあ、ポイントになってくるというかと思います。で、先ほど競争条件の公平化の確保の部分が大きな対立点になっていると申し上げました。これ、まあ、噛み砕いていくと、国家補助のルールであったりとかですね、あるいはその、まあ、約束した内容についての、まあ、監視とか、あるいは紛争解決の枠組みをどうするかというようなところ、まあ、プラスアルファの漁業というお話になってくるんですが、私が見てる範囲ではというんでしょうか、まあ、イギリス側の専門家の見方というんでしょうか、この漁業というのは、まあ、あくまでもこう EU 側が最終的に譲歩をしたよというところを見せるため の, ある意味こう材料として持っているだけで、まあ、本丸はこちらにあって、こちらで譲歩をするならば、まあ、漁業は譲ってもいいというような、まあ、落としどころが一つ考えられるのではないかという見方がありまして、まあ、私も確かにそうなのかなと。で、競争条件の公平化に関してですね、実は私は、まあ、かなり当初の段階、EU はイギリスになかなか無理な要求を突きつけている部分があるなという気がしていました。で、何を突きつけているのかというと、例えば社会、雇用、まあ、環境、気候変動といったような規制について、これ現在の水準からの引き下げを行わないんだというような、まあ、非対抗条項とかというようなんですけれど、かなりこの先行きの変更に関して、まあ、縛りをかけるような条項を入れたいというようなことを言っていると。で、これ日本との EPA とか、ボリス・ジョンソン首相はカナダとの EU との FTA について一応こうひな形だという言い方をするわけなんですが、そういったものにはそこまでのこう厳しい縛りは入っていないので、まあ、ある意味こうイギリス側の主張の方がですね、そこまで厳しいものを受け入れるということはこう FTA 関税ゼロあるいは数量規制なしの FTA と見合わないという主張は、まあ、ある意味妥当かなと思ってきたんですけれど、ここは EU はやはりカナダ、日本とはイギリスは違うんだと。これは地理的にも近接するし、まあ、経済的にも相互依存度が高いんだから、だからこそ、まあ、そういう条項を入れることが大事なんだというところで、結構ここは強硬な姿勢を貫いているということでもあります。で、国家補助に関してもですね、これ貿易と、まあ、競争の不当な歪曲を防止するための、まあ、強固かつ包括的な枠組みを維持しましょうというようなこと、これ離脱協定に付属した文書の方で合意している内容ですし、それからアイルランドの議定書の方で、北アイルランドとビジネス関係がある企業の補助金は EU ルールに従うことというようなことを言っているということがあります。で、さらに、まあ、ガバナンスのためには二国間機構、恒久的な二国間機関を、まあ、設立しましょうよというようなことを言っているわけなんですけれど、まあ、イギリスとしては当然その
一連の権限の回復ということを望んでいたし、北アイルランドが EU ルールに絞られてしまうということはやはりこうよろしくないというようなところがあってですね、ここやっぱりジョンソン首相としては受け入れがたいというようなことになっていると。ちなみに漁業の方はですね、こちらの EU は継続的なアクセスをと、でイギリスの方は漁業権を回復した上で、年次でこう漁業協定交渉してもいいですよというようなところで、立場が食い違っているということではあるんですが、先ほど申し上げました、本丸は特に EU から見る本丸というのは上の方であって、じゃあなんでここに、いささか無理筋かなということを匂わせながらもですね、EU がこだわるのかということを考えたときには、一つはもちろん単一市場の一体性を左右すると、かつその単一市場離脱したんだけれど単一市場へのアクセスを確保するイギリスが確保することによって他の国の離脱を促すようなことはあってはならないという思いもありますし、それから同時にこれからを考えたときに、EU はアメリカそれから中国と立ち向かっていけない、いかなければいけないと。で特にこう中国に対してはその国家補助のルールに関してかなりこう厳しい要求を突きつけていきたいと思っている中にあって、やはりこうイギリスにですね、甘い協定を結んでしまうとそこの部分で守ることができなくなってしまうというような不利益についても目配りしてのことなのかなと思っております。で私この5ページに示させていただいた図表、結構このところヨーロッパのお話をするときに使わせていただいている表でして、これどういうものかというと、IMF が作っている世界経済見通しのデータベースから名目 GDP、世界の GDP に占めるシェアを取ったものということです。で、EU に関してはですね、これ80年ぐらいからあるんですけれど、すべてこうこの間の拡大とですね、それから20年の EU 離脱による縮小という国の数を変えてちょっと計上してきております。で、そうすると、世界金融危機、ユーロ危機の前ぐらいまでというのは、曲がりなりにもこうアメリカと同じぐらいのシェアを EU というのは維持してたと。EU 自体こう拡大しておりましたので、増えながら拡大しながらそのシェアを維持してきたということであったわけなんですが、それがユーロ危機の後というのは大きくこう低下をするという流れになる。そこを埋め合わせたのがまずは中国ということなんですが、実は20年にこの IMF の見通しそのままここで使っているんですが、大きな激変が生じるということになります。この激変は、一つは中国がこのコロナ禍においても、主要国で唯一プラス成長を維持するというような構図がありますし、一方の EU、ヨーロッパは非常にこうコロナ禍のダメージが世界の中でも大きいし、でプラス EU、という軸で見るとイギリスが抜けてしまう穴も開くということでですね、実はここでこれあくまでもドルベースで見たシェアということになるんですが、中国と EU が逆転していくと。でこの逆転した後ですね、さらに先行きを展望すると中国と EU の格差の拡大というのが続いていくというようなことがあって、このあたりこういうことが予測される中にあって、やはりその単一市場を強くしていく、守っていく必要があるという意識はすごく強くなっているし、 EU の価値観を国際ルールに反映していくというようなこう力が落ちていくことを意識しながら、やはりそこを非常に強く強化していきたいという思いが強まっていることが、先ほどのこうイギリスとの交渉に対する強硬姿勢にも表れているんだろうというのが私の理解です。で次のページ、こちらはこうイギリス側の姿勢、先ほども結局のところこれまとまるかどうかは交渉上の立場が強いやはり EU が優位にありまして、ジョンソン首相が EU の要求を飲めるかどうかということだと。で、こちらボートリーブということで2016年の国民投票の時の離脱派の公約をまとめさせていただいています。この時とにかくコントロールを取り戻すということを
言ったと、まあ、人のコントロール、お金もそう、それから法律もそう、通商交渉の権限もそうと、でプラスアルファで EU とは FTA を締結するよというようなことを、まあ、言ってきたということで、まあ、とにかくジョンソン政権はこれすべて実現するような形で、まあ、これまでやってきたということなんですけれど、まあ、EU 側の要求を飲む形で FTA を、まあ、結ぶということになると、この EU 法の優位の原則とかですね、このあたりにやはりこう傷がついてしまうということで、これもまたこれまでなかなか簡単に EU に譲歩することができなかった背景ということだと思っております。で、まあ、こうした構図の、まあ、後ろ側にある、じゃあイギリスの情勢が今どうなっているのかということについてもお話を申し上げたいんですが、これまあ、ご多分に漏れずコロナ危機の影響はですね、非常に深刻ということでございます。8ページにございますのは、こちらイギリスの新型コロナの感染状況で、メモリは右と左で変えております。桁は少し違うということなんですけれど、新規の感染確認数は第一波を大きく超える勢いで、まあ、増えて、ただ足元、まあ、これちょっと統計的な把握の問題もあるかもしれません。ただ一方で行動制限強化したというようなこともあってですね、まあ、少しこう落ちてくる兆しが見え始めたかなと。ただその感染者の増加に遅れをとって増える死者数の方は、まあ、かなり増えてきているということで、これうまくコントロールしないとですね、下手すると第一波を超えるようなこともあり得るということかと思います。こちらはオックスフォード大学が作っている、まあ、厳格度指数、行動制限に関する指数で、上に行けば行くほど厳しいということになるんですが、まあ、イギリス、アメリカ、あるいは EU と並んで、まあ、厳しい制限を、まあ、やらざるを得ない状況になっているということでございます。でこういった厳しい制限をしながらもということなんですが、9ページの左側にございますのは、主要国の累計死亡者数、ヨーロッパの5カ国プラス米日中ということで比較させていただいているんですが、イギリスの累計死亡者数はヨーロッパの中で、まあ、スペイン、イタリア、まあ、並みに多い、まあ、アメリカ並みに多いということで、まあ、感染被害、例えばドイツなどとの比較で見たときにはですね、やはりかなり深刻と申し上げられます。お隣にあるのは、まあ、20年に期待されていた経済成長率と、まあ、それに対してこう実際に実現可能な成長率とのギャップというのをここで取ったものになります。期待とのギャップということになるんですが、これもまたですね、イギリスはスペインに次いで、まあ、大きな落ち込みになっているということで、このコロナによる感染被害、それから経済被害、移行期間に入った時には想定されていなかった事態が非常に深刻な形でイギリスを覆っているというのが現状ということになります。で、まあ、こうした状況、まあ、当然のことながら財政出動で支える必要があるというのは今もう全世界共通ということで、特に主要国、ある程度こう財政余力のある主要国についてはかなり大胆な、政策措置を取っているということになります。こちらはアメリカ、日本、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、中国の順番で並んでおります。財政措置ということでですね、例えば日本で申し上げます10万円の給付金のようなものとか、あるいは企業向けの持続化給付金のようなものはこのブルーで、一方でこのいわゆる日本で申し上げるところの、無利子無担保の、融資みたいなものはこちらの赤に入ってくるということなんですが、イギリスは、まあ、財政措置ではヨーロッパで、まあ、主要国の中では最も大きい規模ですし、まあ、企業の資金繰り支援も手厚くやっていると。ただこれあくまでもこう9月ぐらいまでの集計でして、足元さらにロックダウンということで被害、感染コントロールを策を強化しなければいけない状況になっていますので、まだまだこの財政負担というのは、まあ、広がる方向にあると、継続せざるを得ない状況になっているというのが足元の状況ということになります。でこうした中でということなんですが、大きく変わっているのは政治の景色でございます。この11ページの左側の図表は世論調査からですね、まあ、いくつかの世論調査を合成いたしまして、点々がその世論調査ごとのいわゆる、支持率、政党支持率ということになっております。で、それをこうトレンドラインを引いたものがこの大きな太い線ということなんですが、昨年12月選挙、まあ、これ
離脱疲れというんですかね、ブレグジット疲れも追い風となって、保守党は大勝したということだったんですが、やはりこう新型コロナのパンデミックが、生じた後ぐらいからですね、特にジョンソン首相自身も感染して、側近も多くがこう感染をしたりというようなこともありまして、そのやはり新型コロナ対策への批判というのが一つ非常に大きいというのが今の政権に対する評価でございまして、足元は労働党との支持率の差の逆転というのも生じていると。これ昨年の総選挙を戦った時はですね、労働党の党首が、かなりこう左派寄りの色が強いということで、こう中道の人たちから見ると少しこう嫌悪感があった方だったわけですが、その党首も交代したというようなことも一つこう受け皿として労働党が役割を果たすような背景にあるのかなと思っております。こうしたこう政治的な風向きの変化の中で、保守党内でもいろいろこうジョンソン政権の風当たりが強くて、で特にですね、16年の国民投票と、昨年の総選挙と、勝利に導いたこう影の立役者といわれる側近がいるんですが、その2人が相次いで辞任を余儀なくされるというようなことがあります。この方たちが、首相のある意味こう強気の戦略を支えてきたと言われるんですけれど、辞任を余儀なくされる事態になっていると。でさらに直近、見るとアメリカの大統領選挙も、いわばこう離脱派の大統領であったトランプさんが敗れて、アイルランド、特にもアイルランドのルーツを持つバイデン候補が勝利して、北アイルランド和平の維持に対しての非常にこう懸念を表明するというようなことがありました。で、もろもろのこの政治的な風向きの変化、強硬派の側近の離脱、それから国民の意識がですね、当面こう経済、あるいは EU 離脱、もちろん健康もというところにこう集約化されている中にあって、方針を転換する可能性はあるということは申し上げられると思います。ただですね、じゃあ方針を転換して協定がまとまれば、それで安心なのかというと、結局のところこちらこう、将来関係協定、離脱協定と、一緒にですね、まとめた政治合意の内容をここで示させていただいていますけれど、出てくる協定というのは、これがこれ以下のものになってくるということになります。で、そういう意味では、今こう移行期間として、EU 加盟時と同じようなステータスを維持している現状からすると、大きく協定が結ばれたとしても、その関係はかなりこう質として低下したものになると、それこそ関税はゼロだとしても、通関の手続きは必要になってくるとかですね、金融の同等性評価を認めるとしても、カバーされない業務があるとか、そういうことで崖が発生するということですし、これはまたこのコロナ禍で傷んだイギリスの経済にとって大きな打撃になると。もちろん協定がまとまらないという最悪のケースを考えますと、これ何らかのこう激変緩和のための協力関係すら期待できないということになりますし、それからその先のその交渉の再開ということもおそらく難しくなるというようなことになりますので、そのショックはもちろん協定が結ばれた時に比べればもちろん大きいものになると。ただ協定が結ばれたかといって、ショックがないというわけではないということです。こちらはですね、ちょっと次のページはお配りした資料の中には入っていないんですけれど、損失を EU 依存度がイギリスは高いので他の市場でカバーするというのは簡単ではないんですよというようなことのご参考のために入れさせていただいた表です。で最後にですね、もう一つ申し添えさせていただきたい点というのは、イギリス国内の緊張の問題、このブレグジット、特にこう移行期間が終了した後、これも協定が特にない場合というのはかなり事態として最悪になってくると思うんですけれど、やはりこちらにお示している、これ16年6月 の、 国民投票の結果ですけれど、連合王国の4カ国は別々の判断を示したと。で結果としてそのイングランド、85% の人口を占めるイングランドの選択に引きずられて、特にこうスコットランド、北アイルランドあたりはやはり不満を持つ人たちがかなり多いということが一つ
ということです。それこそこの国境管理の問題自体ではアイルランド紛争再燃のリスクというのは否定できないですし、スコットランドがやはり独立機運を高めていくという方向も当然起こりうる現象だった。経済妥当性とは少し違う次元でですね、そういう機運が高まりやすいということだと思います。で、実はEU との交渉の各県で、議論されております問題になっている国内市場法案、これEU から見ると、それから諸外国から見ると、これ離脱協定という国際法違反が問題だということなんですが、もう一つその連合王国の一体性という判断観点から見るとですね、EU から取り戻した権限をどう分担するのかという部分について、これ結局自治政府から見るとイングランドへの権限の集中化だと、相互に規制を例えば認めましょうということなんですけれど、そうであるならば当然一番大きいイングランドが優位になるだろうと、国家補助の権限などもですね、これ基本的にはイギリスの大臣が権限を持つということになっているということで、これもやはり自治政府は非常に不満を募らせているというような側面もあります。このブレグジット選択した時点から、一つは経済全体へのダメージというお話、 EU と距離を置くことによるダメージというお話がありましたし、もう一つはこの連合王国の維持を困難にするのではないかという議論があったんですけれど、今の離脱派のジョンソン首相がですね、ギリギリまで瀬戸際戦略を取って、かつ内容、協定の内容としてもですね、離脱派の思いを組むような方向にまとめてきたことによる、日々というんでしょうかね、影響、負の影響というのは、着実にイギリスを蝕んでいるというふうに私は考えております。以上でご報告を終わらせていただきます。はい、どうもありがとうございました。今の現状の論点についてお話しいただきました。今後の見通しについてもまた伊藤先生いろいろお考えをお持ちだと思いますけれども、今日は最初の段階ではちょっと控えめにということで、後でまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。順番ではどういう順番でよろしいでしょう。次、福田先生でよろしいんでしょうか。じゃあ福田先生お願いいたします。画面共有させていただきます。先ほどはちょっと、はい、レジュメにないようなことを申し上げて失礼いたしました。いえ、失礼いたしました。少々お待ちください。それでは私の方から、10分間ということですので、離脱協定、というものの行方について少し、コロナの影響なども踏まえて考えてみたいと思います。ご承知のように、今年の1月31日に、イギリスは EU から正式に離脱したわけでありますが、今年度末に終了する移行期間の期限内に EU と英国の間で通商関係を含んだ将来関係についてラウンド9回ほど行われてきたラウンドにおいてですね、10回ぐらいで妥協に達する予定であったんですが、しかし現時点でもまだそこまで至っていないということで、今日はその交渉過程を簡単に触れ、そして特に今争点になっております、今伊藤先生もご指摘されたアイルランド、北アイルランド議定書と EU の離脱協定と、それからイギリス国内市場法案の矛盾するというか非常に抵触する問題の多いテーマを少し見てみたい。でそれから今後の交渉の行方ということで、新型コロナの影響というものも少し踏まえて、今までのラウンドの課題の評価というところで、移行期間が今後どうなるのかということについて、これはもう皆様との議論の中で深めていけたらと思います。ということで、イギリスと EU との関係でありますが、私は伊藤先生はすでに
ブレグジットの国民投票以来の現在に至るまでのプロセスをすでにご指摘いただきましたので、特に、まあ、今年に入ってからの EU との交渉のプロセスを少しだけ見ておきたいと思います。もともとこの問題というのは昨年の10月17日に出ましたメイ首相が9割ほどまとめた離脱協定案をジョンソン首相が修正を加えて10月17日に離脱協定の修正と政治宣言の修正とアイルランド北アイルランドの問題をどうするかというふうなことを定めた合意文書の問題が関わってきております。で、この問題はですね具体的な流れについてはこのような形で2月3日に交渉方針を EU としてはまとめ2月25日から第1回のラウンドを開始いたしまして、そして3月2日から第1回のラウンドを実施しました。でその後ちょうど3月2日っていうのは EU がコロナ対策本部を衆院会に置いた日でもありましてコロナの影響が出て延期になってしまうと3月18日から20日の予定だったんですがこれが延期になる。で第2回ラウンドはもうオンラインでやるということになって4月20日まで延びてしまう。でこの4月の20日の時点でようやく、交渉の方向性を、議題を決めるといったような形になっていきました。あまり、進展は見なかったわけでありますけれども、で、そういうふうな中でもいくつかまとまっていった分野もありましたが、一番問題になったのがすでに伊藤先生もご指摘のようにですね、イギリスの EU 離脱協定の問題とそれから新しくジョンソン首相がですね、国内市場法案というのを上程して、そして、これを EU との交渉材料に戦略的に使おうとしたというふうなことが言われているわけであります。で、この問題というのは先ほど言いましたように、昨年ですね新離脱協定案が議論された時も北アイルランドは物の移動について EU の規則を継続するというふうな立場でですね北アイルランドはイギリスの関税圏に入るけれども EU 単一市場のエントリー拠点として位置づけて北アイルランドの政治家が議会でですねこの状態を続けるかどうかを4年ごとに精査する。で、EU のバルニエ交渉官はこの会見の中でこの点が重要なんだと、つまり北アイルランド自治会、自治議会の決定に委ねているという点が大きいんだということを解説したのでよく知られております。で、これは言い換えますと、ジョンソン首相はバックストップをない状態に導くために、イギリス本土は関税同盟、単一市場からも離脱すると、そういう形でイギリスの主権を回復するんだ。そして英領北アイルランドは物の貿易に関して関税同盟や単一市場に残留するんだということで北アイルランドの経由でアイルランド共和国へ物を運ぶ場合には北アイルランドで EU の関税を徴収してアイルランド共和国でそのまま消費する、あるいは北アイルランドで消費される場合はイギリスの関税との差額を業者に支払うといったような取り決めがなされた。で法的には北アイルランドはイギリスの関税領域に属するわけでありますが、将来イギリスが第三国と FTA を締結する場合に、この英領北アイルランドも FTA を適用するというふうなことが言われていたというのが、ジョンソン首相の新離脱協定案であったわけです。で、この形でですね、合意がなされ、そして、今年の1月末日にはですね、イギリスの EU に対するいわゆる手切れ金問題も解決して、そして、イギリスは EU に、
そして EU はイギリスに双方に居住する欧州市民の権利を既得権を保障するということを、まあ、相互に合意すると。そしてこの論点になっておるアイルランド北アイルランドの物理的な国境は設けないというふうなことにしたわけでありました。で、まあ、この流れの中から、まあ、この今回問題になっておる国内市場法という英国市場の一体性を、まあ、確保するという観点で、これはまあ国庫補助金や輸入手続きの判断について、イギリスの閣僚大臣がですね、その権限を持って決めることができるというふうな条項を盛り込む。これに対して、これはこの期間終了後、そういうふうな権限をイギリス国内市場の一体性を規定した、これが適用され、大臣の裁量権でそれが決まるということになれば、EU 側からすれば、この法案というのは離脱協定と、まあ、国際法違反だというふうな批判をしまして、10月1日にライデン欧州委員会委員長は、通告書を正式にイギリスに送ると。というふうなことをいたしました。で、まあ、基本的にはこのアイルランド北アイルランド議定書第5条と第10条に違反する。そして離脱協定ではこの第4条第5条、特に、まあ、審議則の原則にも反するといったようなことが指摘されたわけであります。で、そして、まあ、こういうふうな流れの中で、特にこのアイルランド北アイルランド議定書と英国国内市場法案の、まあ、矛盾する点が論点になりまして、まあ、ここに挙げたような経緯を経て、まあ、最終的にはこのイギリス議会下院におけるファーストリーディングが9月から始まりまして、サードリーディングのこの9月29日の時点で下院を通ったわけでありますが、その後上院の第一読解に行きですね、でそして第三読解の11月9日の日にこの離脱協定違反条項を削除するということを上院で可決したということで、まあ、ジョンソン首相の思惑がまあ、遂げられなかったというか、 EU との交渉上の立場をですね、強化することはできなかった。で、まあ、これに対して、労働党のアンジェラ・スミス議員なんかは、政府はもっと真っ当な判断力を持つべきだということで、非常に厳しく批判しておりましたし、この規定を削除するのはもう当然のことだというふうなことを議会で言いました。まあ、そんなことで、まあ、両院の承認がいったわけですが、まあ、こういうふうな状況の中で、少し状況がまた変わってきたのであります。で、一つは先ほども伊藤先生もご指摘のように、イギリスにおける感染状況というのはかなり深刻なものに変わってきた。で、アメリカに次ぐ、まあ、感染者の増える勢いがですね、多いということで、現在、まあ、昨日の時点で5万6000人ぐらいが亡くなっている。6600万の人口で、まあ、比べるとですね、3億3000万のアメリカで、20万人が亡くなるというふうな、まあ、26万人達しているようですが、アメリカの死者数と比べてですね、まあ、イギリスも結構厳しい状況にあるということがお分かりになるかと思います。お配りしたものに少しいくつか最近の昨日の時点のものを付け加えましたけれども、死者数の多いのはこの左上にありますようにアメリカ、イギリスと、人口10万人あたりの図が、これ、BBC だったと思うんですが、がまあこういうふうなものを挙げておりますし、それから昨日の11月19日時点で、まあ発表されたものはですね、ここにありますように、増える勢いの大きいところは太い、赤矢印で示してまありまして、UK は 42.9% と右下にございます。で、まあ、これからお話しいただくドイツ、イタリア、どちらもですね、
特にイタリアの場合 70% を超える上昇率になっている、フランスも 63% というふうに非常に今厳しい状態になっている。で、一昨日ロックダウンに入ったドイツでも 16.6% というふうな形で、この1週間、昨日までの1週間のうちの死者数が人口これ100万人あたりでこれだけということのことでありますが、そしてこの図ちょっともう隠れていますけれど、緑の部分がまあイギリスでですね、非常にたくさん右端の山の部分が緑の部分がまあ有形だということであります。でこういうふうな流れの中で9回行われたラウンドの中でですね、まあ、最終的にまあどういう状況にあるかっていうと、これも伊藤先生はすでにご指摘のように、公平な競争条件というのと、それから漁業でまあそういう点が残ると。で漁業はまあ周りが海で囲まれているという、まあ、イギリスの条件のもとでですね、さらに EU 側から上乗せを求めるけれども、それはまあ妥協のためにそういう結構厳しいことを言ってるというふうなことも言われまして、そこでまあ EU 側が譲歩、漁業では譲歩するかもしれない、まあ競争条件については必ずしもそうではないかもしれない、特にまあ紛争解決のガバナンスのところ、それから GDPR と関わるわけですが、個人データの保護などの分野、それから SDGs とも関わりますが、このグリーンディールと関わるような話のところでですね、意外とまあSPA、 日本と EU の SPA に似た社会、雇用、環境、気候変動といった EU がこれから構築しようとする成長戦略の一部であるサーキュラーエコノミーの体制を維持し、まあ、グリーンヨーロップ、デジタルヨーロップを達成していく上で、これらの基準というか SDGs の目標をグローバルなスタンダードにした方が企業としても競争上優位に立てるということもあって、結構この辺は妥協に達するまで時間がかかるのかもしれないなというふうにも思います。で、まあ、そんなことでですね、まあ、今後どうなるかという話でありますけれども、イギリスのジョンソン首相直属の上級顧問しておったドミニク・カミングスという人が11月13日付で辞任、年内辞任を表明したというのがまあメディアで報道されていました。ということはブレグジット担当であった彼が辞任するということは、もともとジョンソン首相がですね、必ずその EU を去って移行期間も終えるんだと言っていた、それが年内に終わりそうにない、あるいは終わるとなるとかなりの混乱がですね、合意なきブレグジットにもつながりかねないという微妙なところにありますので、特に貿易業者の対応に時間が取れない、あるいはイギリス政府もコロナの影響でかなり感染者が増えていって、手続きが遅れ気味にある。でさらに悪いことには、このブレグジット交渉の首席交渉官がいずれもコロナに感染してしまうといったようなことになりまして、で、まあ、3、4日前にはメディアでも言われたようにジョンソン首相自体が再自主隔離に入ったというふうなことで再感染の恐れがあるということで、まだ1週間ぐらい経ってみないと陽性にまたなったかどうかは分かりませんが、まあ、そんなふうなことで、EU 側もイギリス側も交渉担当者自体がコロナに罹患して、まあ、結構年を取っているので、まあ、後遺症が残る可能性があるそうでありまして、海外の医学文献よれば 48.何% の人に、コロナは後遺症が出るらしいんですね。日本ではあまりそれほど言われておりませんけれども、まあ、そういうふうなことで、一旦かかるとなかなか厳しい、状況にある、そして、高齢者の場合は6人に1人、罹患すれば死亡する
という厳しい病気でありますので、そんなことを考えると現時点で飛行期間の延長も今後考える必要があるのかもしれないというふうにも思います。でそんなことで、自主隔離にジョンソン首相入って、その後メディアは何も伝えていませんが、濃厚接触者として認定されたらしいんですね。で、こういう将来協定の交渉に直接関わる人たちが全てコロナに罹患したというふうなこともあって、そして国内市場法案の規定削除がもう可決、上院で可決されたということもあって、再びこれをひっくり返すというのは時間的にも無理だろうと考えられますので、下手をすればその合意なき離脱という側面も出てくるんですが、現実的には期間を延ばすんではないかというのが私の今考えているところでございます。以上で報告を終えさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。コンパクトにまとめていただきまして、論点重なるところはちょっと違う角度から伊藤先生と再化しながらお話しいただきました。それでは全体の話はお二方にしていただいたということで、順番では次にそれぞれの国の話として、中村先生それから伊藤先生の順番になってますでしょうか。時間一応10分と書いてございますけれども、今日はお二方発言者が抜けておりますので、少し余裕を持ってお話しいただいて結構です。それでは中村先生からお願いしましょうか。よろしくお願いします。名古屋大学の中村でございます。よろしくお願いいたします。これから画面共有をさせていただきます。見えておりますでしょうか。はい、はい、大丈夫だと思いますけど、はい、私は見えますけれども、はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、こちらの、欧州政策パネルでは私はそのドイツからのシザーということで、お話をするということで、前回 の, そのコロナの対応に続きまして、ブレグジットについてドイツから見たときにどういったことになるのかということを、10分でお話をしたいと思います。あれ、一つ目は貿易国としての英国を見たときにどう見えるのかということ、二つ目はヨーロッパのゲートウェイをめぐる問題、それから三つ目 EU 内の影響力の問題について3分ずつぐらいでお話しできればなというふうに考えております。それでドイツの場合ですね、今ご承知のように政治の季節を迎えておりまして、メルケルさんの任期が来年9月までということで、その後継をめぐってすでに事実上基本的には3人、それからちょっと4人目が今出始めている候補に後ほど触れますけども出てきておりまして、ブレグジットへの対処というのもそうなんですけども、コロナですね、コロナやブレグジットの問題が基本的にはですねうまく収まっていかないと、下手をするとその欧州会議主義を刺激する、欧州会議主義のポピュリズムを刺激しかねないというところがありまして、政府与党としては基本的にはこれが刺激されないような形で問題を収束するという観点での対応が中心になってきているように私自身は考えておりますので、その観点から少しお話をさせていただければというふうに考えております。で
ドイツにとってイギリスというのは基本的にはですね、まあ、もちろん EU の中でのですね、まあ、もともと、まあ、なんて言うんでしょうか、フランスとの間におけるバランサーとしても大変ドイツというのはイギリスに、まあ、行っていただいたりというようなことも皆さんもご承知のようにありましたし、まあ、基本的には、まあ、大変重要なパートなんですけども、経済面で見ますと、やはり輸出相手として、まあ、大変大きなパーセンテージを占めていると。で、対英輸出 の品目といたしましては、自動車でありますとか医薬化学製品あるいは電化製品等が多数を占めております。で、これドイツのですね、連邦の統計局のデータを落とし込んだもので、大きなトレンドというのは基本的にはこの何年かは変わっておりませんけれども、基本的には第7位でございます。で、やっぱりアメリカ中国っていうのが非常に大きいわけですけれども、まあ、こんな数字になっております。で、具体的な数字につきましては、PDF でお送りした方の文書に細かいデータ入っておりますので、そちらをご参照いただければご覧いただけると思いますけれども、基本的にはこのグラフに落とし込んでいるような形になっておりまして、輸出先としては第5位、アメリカ、フランス、中国、オランダ、イギリスの順番で、まあ、基本的には主要な相手国ということでございます。それから輸入相手国としては、まあ、大体10位とか11位、まあ、この昨年は11位でしたけれども、こんな形になっております。で、これをですね、貿易黒字の額ということで、まあ、ドイツ側から見た貿易黒字額ということになるんですけども、実はこれが結構大きくてですね、アメリカに次ぐ金額を記録しておりまして、まあ、ドイツ側から見るとやっぱりイギリスというのは基本的には貿易の重要なパートナーだという、フランスよりも大きいので、まあ、結構大きなパートナーだということがございます。まあ、ですからブレグジットの問題についても基本的にはですね、まあまあ、EU の、 そのフォンデアライエンさんは、まあ、ドイツの国防大臣を長く務めになって、メルケルさんの盟友でもありますし、基本的には協調してやっていくわけですと思われるんですけれども、まあ、こういった経済的にはイギリスというのはドイツにとって、まあ、重要な相手国であるということを、まあまあ、認識しながら動いているということは考えておく必要があるのかなというふうに考えております。で、まあ、もう、伊藤先生や福田先生からルール詳しいお話がございましたので、この辺はできるだけ手短にしたいと思っておりますけれども、先ほど福田先生の方から、まあ、延期というふうな話がちょっと出ましたけれども、メルケルさんも実はこれに関連するニュアンスをちょっとずつ発言で出しておりまして、先月の首脳会議の後に、まあ、合意に向けて妥協する意思があることを、まあ、これはイギリス側が示さなくてはいけないということなんですけれども、まあ、周辺の反応とかですね、発言 を見ておりますと、まあ、来年の1月に入った途端にまあ、混乱が起きるというのはできるだけ避けたいということで、まあ、暫定措置の可能性についての言及が出てきているようにな傾向がございますし、基本的にはメルケルさんとしてはその混乱を避けたいというふうに考えていてですね、イギリス側がどこまで自分たちの主張にを続けるのかと、まあ、先ほどブレグジットの、イギリス側の、辞任というのがありましたけれども、基本的にはそういったものを踏まえながら、ドイツとしてはできるだけ、まあ、完全に通貫の問題でありますとか混乱が起きないような形で対応していきたいというのがどうも、はっきりしてきている感じがしておりまして、まあ、なんとなく福田先生がおっしゃっている延期というのは可能性として視野に入れてきているのかなという、まあ、個人的な印象ですけれども感じがしております。2点目としてですね、ゲートウェイの問題なんですけども、実はドイツにとってはこちらの方がひょっとすると結構重要なのかもしれないなと思って見ているんですけれども、まあ先ほども
伊藤先生、福田先生からもお話がありましたように、まあ、あの結局のところ、まあ、ブレグジットというのは、多くの日系企業を含めまして外国企業にとりましては欧州の、ゲートウェイとして、まあ、ロンドンを中心とするイギリスに置いているところが結構多いわけですけれども、これをどうするのかということで、まあ、すでにいろんな動きが出ております。で、あの冒頭に、渡辺先生の方からもあのジェトロのお話が出ましたけれども、ジェトロが昨年の9月から10月にあの、まあ、日系企業を対象に、まあ、調査を行ってですね、979社を対象にあの、調査を行って、基本的にはですね、あの、まあ、7割超の、日系企業が、まあ、マイナスの影響が出るということで、まあ、いろいろ詳細なものについてはあの PDF の方に書いておきましたけれども、あのやっぱりその総括あの統括拠点を含めましてドイツへの移転というのが結構目立っておりまして、まあ、統括拠点そのものの全部の移転がイギリスからドイツに行くというのが3社ございましたし、一部移転というのが10社のうち5社がドイツを選んでいるということで、基本的にはまあ欧州の拠点といいますかゲートウェイについて、イギリスからドイツへのトレンドというのがあの、まあ、徐々にあの明確になってきているのかなという感じがしております。あとあの、まあ、英語の使えるオランダそれからルクセンブルク等が選ばれておりますけれども、まあ、国民の足場とか考えますとやはりドイツというのは有力な候補 なのかなという気がいたします。でデータについては、まあ、少しここ細かいことをあの書いておきましたけれども、時間の関係で、あの必要に応じてあのペーパーをご覧いただければ大変幸いに存じます。で、まあ、販売拠点につきましてもやはりドイツに、移すという企業が結構あの、まあ、多くてですね、イギリスからドイツへという流れが結構大きいのかなという気がいたしております。またあのドイツは連邦制ですので州政府がですねいろいろな、事務所といいますか公社等を持っておりまして、まあ、日本でも活動しておりますしヨーロッパの各国でも活動しているわけですけれども、まあ、こういったところが、日系企業を含む外国企業に対して、ブレグジット後のですね、拠点の誘致というのを、まあ、積極的に、働きかけておりまして、まあ、これの、働きかけが、まあ、走行したという側面もございます。で基本的には従って日系を含むですね外国企業の同一移転という動きが、まあ、昨年から徐々に進んでいる、まあ、昨年と言いますかブレグジットが決まった後のですね2017年以降に少しずつ出てきているということでございます。でこれはあのドイツ貿易投資庁という GTAI という役所がありますけれども、ここのデータを見ますと、2018年に過去最多の2062社ということになっておりまして、まあ、ドイツにおける、まあ、投資外国からの投資というのが、まあ、若干過去最大で増えているということでございます。でそのうちの、事業の全部あるいは一部を、イギリスからドイツに移転したイギリスの企業が168社ございまして、イギリス企業にとっても切実な問題で EU 内に、まあ、事業拠点を確保したいということで、まあ、その拠点として、まあ、ドイツを選んでいるケースが、まあ、168社あるということでございます。以上が、まあ、あのゲートウェイをめぐる、まあ、要するにイギリスからドイツへという流れが観察されるということについてお話をしまして、3点目として、まあ、EU における、まあ、影響力の問題について一言あの触れて、おきたいと思います。まあ、これはあのこれまでの構図を、まあ左側に書きまして右側にこんな形になるのかなということでお書きしたわけですけれども、まあ、基本的にはあの、主要国というのが一つイギリスがいなくなるわけですので、まあ、パワーバランスの変化が起きて、まあ、当然欧州一の大国であるドイツの影響力というのは、まあ、好むと好まざるとにかかわらずあの拡大をして、まあ、ドイツのリーダーシップへの期待もたあの高まりますし、まあ、この、欧州政策パネルでももう 何度か議論させていただきましたように、他方でやはり伝統的な意味でのドイツ問題
への再来の懸念というのが、まあ、常に議論としては出てくると、まあ、本当に釈迦に説法ですけれども、ヨーロッパの知識人の間で、まあ、常にドイツのこのドイツ問題へのですね、議論のされ方というのは、まあ、リラクタントヘゲモンであるとか、あるいはまあ、クンドゥナンのような、まあ、セミヘゲモンだとかっていう言い方が出てきておりますけれども、まあ、常にこのドイツ問題との関連でドイツのヨーロッパリーダーシップについてはなかなか、一筋縄でいかない議論が提起されるということでございます。で、まあ、さらに、まあ、イギリスが出たことによって、まあ、ドイツ問題というのが、まあ、議論されることが多くなってきているわけですけれども、これ昨年渡辺先生や福田先生にもご協力していただいて修正したクンドゥナンさんなんかは、まあ、地形学的な意味でかつて の、まあ、準発見国の立場を手にしたというふうな問題提起もされていてですね、ドイツへの基本的には EU 内におけるリーダーシップへの期待と同時に、それに伴うやはり経済的にドイツが、まあ、ヨーロッパの何て言うんでしょうか、死活的な部分を握るということについて、まあ、警戒的な議論が、まあ、イギリスだけではありませんけれども提起されてきているということがございます。で、まあ、ここでも、まあ、その特にドイツの知識人あるいはヨーロッパの知識人なんかが、まあ、すでに従来から出てきている議論として、じゃあその一番欧州統合についてなかなか難しい部分があったイギリスが出た今ですね、どんな方向で行くのかということなんですけれども、やはりその、まあ、多段階統合論というのを、まあ、今従来と同じような議論をドイツでも続けていくのか、あるいはドイツの国ドイツ国内でもいろいろな議論がありますけれども、まあ、少数の、まあ、非常に考えを同じくする中核的な国々と、まあ、ケルンオーローパーというのを、まあまあ、結束を固めて統合へ、まあ、加速させていくのかと、統合の実を加速させていくのかという議論が、まあ、出てきそうな感じがしております。で、先ほど冒頭で渡辺先生の方からイタリア の、 EU 脱退のことについてお話がありましたけども、ドイツでももちろんデグジットっていう議論がありまして、これについては一度報告をさせていただいた記憶がございますけれども、まあ、そういったことにもならないようにドイツ国内でも議論を慎重に、まあ、特に政府与党関係者や有識者なんかも議論を進めているということでございます。で、現在のそのコロナ禍については、まあ、当初ですね、事態が深刻になったときに、まあ、ドイツもフランスもイタリア、まあ、大変実情が深刻だったイタリアに対して手を差し伸べるのではなくてですね、医薬品を囲い込んでイタリアをまあ、いわば見捨てたという形になりまして、まあ、こういったそのイタリアを含めたその南欧諸国に対する不信感というのは、まあ、非常に強いものがあるというのはドイツも、認識をしておりますので、まあ、言葉ではなくどういった形で信頼回復を図ったらいいのかというのはドイツも政治家の中でいろんな議論を始めていると、まあ、ただイタリアの不信感が非常に強いことについてはなかなか解決は容易ではないというのも認識はあるだろうと思います。で、今後のイギリスとドイツとの関係を、まあ、いくつかの点で、お話をさせていただきますと、まず軍事については基本的には NATO においては変わらないわけですけれども、まあ、イギリスというのは NATO の中において、まあ、EU の中において NATO 重視の立場でいろいろと議論を提起されてきましたので、まあ、そのイギリスが出たことによりまして EU 内における安全保障や防衛協力というのは進展する可能性があって、こちらの方にはパワポの方には書きませんでしたけども、ペーパーの方に書きましたように、まあ、ペスコのような問題については、まあ、進展するのではないかなというふうに考えております。で、メルケルさんもですね、非常にその今の、まあ、トランプ政権との間で悪化した米独関係というのが、まあ、バイデン政権になった途端簡単に解決する元に戻るとは考えておりませんで、基本的には防衛費の GDP2% への、実現に向けた努力を継続しつつ、他方で、まあ、ヨーロッパ独自 の、 その防衛力、まあ、基本的にはペスコをはじめとする EU の安全保障防衛政策について強化を図っていくという基本
的な方針というのはおそらくその後継者も含めて変わらないだろうというふうに思いますので、その方向の動きが続くんだろうなというふうに考えております。それから経済面については、非常にざっくりした話で恐縮なんですけども、やはりその、ドイツにとって非常に頭が痛かったのは、ユーロ非参加国であるイギリスが脱退したことによって、その経済面ではですね、ユーロ圏の財務省会合の影響力っていうのがかつてよりも強まるのではないかというふうに思われていて、その意味ではドイツの影響力というのは強化されるのかなというふうに思われます。先ほど私が申し上げたバイデン政権になってすぐに戻ることはないというようなことは、非常に、これ何度も引用されておりますけども、2017年の5月のイタリアでのサミットにから帰ってきた後ですね、途中でミュンヘンに寄ってメルケルさんが演説をしたんですけれども、この時に決然と、欧州はもはや長年の同盟国である英国と米国に頼ることはできないと、他者を完全に頼りにできる時代はある程度終わったと、我々ヨーロッパ人は我々の運命を自らの手で握らなければいけないということを、明確に述べておりまして、これに向けて、ペスコでありますとか、いろんなことにフランスと強調しながら CSDP の強化に向けて動いているということでございまして、これもバイデン政権になってもちろん NATO を軽視するわけではありませんが、基本的にはこの路線というのは変わることはないだろうというふうに見られます。で、最後に国内政治についてお話をしておきたいんですけれども、実はこの問題が全てのこのコロナ禍とそれからブレグジットへの対応を覆っておりまして、メルケルさんはご承知のようにもうすでに在任15年を迎えまして、今期で引退をする意向を表明しております。で、後継者として名乗りを上げておりますのが、ツェデブの党首として名乗りを上げているのがシュパーンという保健相ですね。で、この方は、まだ大変若くて、40そこそこですけども、もう一人がロッケンさんという元環境大臣、この方は、60前後で、非常にリベラルで外交に強くて、私もお目にかかったことありますけれども、大変国際的には知られた方で、国際的には人気があるんですけれども、反面ドイツ国内であまり受けないという、日本と似たような側面がある方です。で、メルツさんというのは、メルケルさんが党首選を争った時に敗れた方で、その時の、ことがあってですね、再度権力調略を期すということで履行されておられます。で、基本的にはこの3名の方が後継の中から選ばれる可能性が高いんですけれども、実は今防衛大臣やっている、アーカーカーというクランプ・カレンバーワーさんという方、この方は実はツェデウのまだ党首なんですけれども、実はメルケルさんはこの方を後継に据えていたわけですが、コロナ禍への対応とかその前のいろんな問題で失敗をしまして、辞退をしたんですね、首相候補としては。で、ただし最近の発言を見ているとどうもまだ色気があるのかなと。で、だから撤回をしてこれのその党首選に参入する可能性っていうのはゼロではないような見方がドイツ国内のメディアでも出てきております。それからもう一つ、皆さんご承知のようにドイツ国内ではですね、南部のバイエルン州にはその姉妹政党のツェースウーというのがあるわけですけども、ここの党首ゼーダーさんというバイエルン州の首相ですけども、この方が、コロナ禍の対応が非常に優れていたということで、この方が連邦首相の候補に残る可能性っていうのもドイツメディアの中では出てきております。ただし、CDU の方に比べるとやはりなかなか難しい部分があるということでございます。で、先ほども申し上げましたように、ドイツ政治の今の根本的な発想としては、要するにもうすでに政治の季節に入っておりますので、基本的にはそのコロナ禍でありますとかブレグジットの問題について、経済的な打撃を最小限に抑えるということを念頭に、動いているというふうに考えられます。で、これは世論調査のデータを落とし込んだものだけなんですけども、現在の、世論調査の割合がこんな形になっておりまして、基本的には、連立の可能性というのは現、政権と同じツェデウ・ツェエスウと社民党、36と15ですので、ギリギリですけども、これか
政令宇政数と緑の党のこのどちらかですね、しかも組めないということになるわけですね。でこのどちらかになるだろうと。ただ社民党はこのメルケル政権の、15年の間に支持率をどん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 、かつては 30% 程度あったものが15まで来ましたので、基本的には連立をもう解消したいという思いがありまして、そうなってくると緑の党が入ってくる可能性がまあ高くなるということでございます。で、まあ、基本的にはそのドイツの影響力が強まることが果たしてヨーロッパの安定につながるのかという議論が、まあ、ヨーロッパではよくされるわけですけれども、そのためにはやっぱり欧州統合の原点であるですね、やはり良き欧州人である必要があると、ドイツがですね。で、ドイツの覇権に対する警戒感というのをよく、まあ、認識しながらですね、ドイツ人自身が、ドイツ政府自身が対応していく必要があるということはメルケル政権も含めてよく分かっているんだろうと思います。で基本的に警戒しているのは欧州会議主義とかですね、その、まあまあ、皆様ご承知のようにドイツのための選択肢で AfD というポピュリスト新党がありますけども、まあ、これも政党が、結党が2014年で、まあ、すでにこう6年で全州議会に議席を持ち、連邦議会にも野党第一党として君臨するという状況になってしまいましたので、基本的には彼らが伸びるような形での政治的行動は慎みたいということがございます。したがってブレグジットへの対応も混乱のないようにしたいというのが、まあ、最優先ではないかというふうに考えられます。で外交関係を見ましても、まあ、非常に厳しくて、トランプ政権で悪化した米独関係というのを、まあ、どういった形で改善していくのかと、まあ、バイデン政権になって基本がバイデンさんが勝利したことについて、まあ、ドイツ政府が安堵しているのはこれは間違いないわけですけども、具体的にじゃあどういった形で、まあ、GDP、防衛関係費の GDP2% を実現していくのかとか、具体策についておそらく今詰めているところだろうと思います。また中国との関係が難しくて、メルケルさんの間に政権の15年の間に、まあ、中国との関係というのは、まあ、戦略的パートナーシップといって、まあ、大変な経済関係を深めたわけですけども、ご承知のような米中対立の中で、ヨーロッパでも、まあ、警戒感が大変こう広がってきていて、関係の見直し避けられないと。でこれをじゃあどういった形 で見直しをするのかということについて、まだ詰めた議論というのがドイツ政府内でも進んでいるわけではありませんので、まあ、これについても急ぎ対応を考える必要があるということでございます。で基本的にはよく出される議論なんですけども、これドイツが東方外交をやった時のブラント政権の時の エイドで、エゴン・バールさんという方が使った表現ですけども、バンデル・ドゥ・ヒ・アンネアルムという接近による変化って、まあ、気になったことがあると思いますけども、どうも最近の中国との関係を見てると、それがですね、バンデル・ドゥ・ヒ・ハンドル、まあ、要するに貿易による変化というスローガンに、まあ、すでに落ちてしまっていて、実際のところ、まあ、貿易でうまくいってで交流を深めることによって、貿易という交流を深めることによって、まあ、中国やロシアに対する変化を促してきたけれども、しかし、まあ、基本的にはもう中国もロシアも変わる様子がないということで、基本的にはドイツ国内においてもドイツ政府の対するそういった意味での批判というのは出てきておりますし、まあ、対ロ関係、対中関係の、あり方の改善というのは求められているんだろうなというふうに思います。あと1分になってしまいましたので、ちょっと先を急ぎますが、今ルールお話をしましたように、まあ、イギリスというのはドイツにとって経済パートナーとして、まあ、大変重要であるということを、まあ、認識しておく必要があってでですね、で基本的には、ドイツ側の大変な大きな貿易黒字になっているということで、ドイツのすで、に政治的政治というのはすでにメルケル号を睨んで動いておりますので、ブレグジットの問題についてもコロナ禍同様ですね、まあ、経済的打撃が一番小さくなる方向での選択というのが最優先の課題になっているということ、そしてブレグジットについてはすでにまあ、イギリス側の、バイデン政権の成立が見通しが出てきたことによってイギリス側の態度が柔らかくなっているというのは連日のメディア報道に出ているんですけれども、まあ、それに期待をかけつつ、まあ、ただ最悪の場合、例えば
通関であるとかそういった問題で混乱が起きるということはドイツとしては何としてでも避けたいというふうな思いはおそらく党派を超えて、最優先の課題になっていると思いますので、まあ、延期を含めたことが視野に入ってきつつある時期かなという感じがしております。それから、まあ、そういうことですね。で、まあ、2021年の、まあ、で連邦議会選に向けて、基本的には政治のスケジュールに従うということになってきていると思います。で最後にコロナ禍について、まあ、ドイツは一番ヨーロッパの中でもうまく収束させたという評価になっているんですけども、先ほど少し福田先生もお触れになりましたように、感染者が再び増えてきておりまして、まあ、実は昨日から本当はロックダウンを行う予定だったんですけども、ちょっ と、延期をしまして25日からということに今のところなっております。少し鈍化してきております。で、やはりそのことでですね、やっぱりドイツ市民の、不満というのが、まあ、随分強くなっておりまして、連日ベルリンとか大都市圏ではドイツ政府に対する対応をめぐってデモとかが大規模デモとかが起きておりますので、先ほど言いましたようにその裏にはもちろんAfDの存在というのがありますので、まあ、こういったことを常に視野に置きながら、できるだけ、欧州会議主義あるいはポピュリズムを刺激しないような対応というのを慎重に、していくということが、まあ、ドイツ政府の今の最優先課題になっているということで、私のお話を締めたいと思います。ありがとうございました。はい、どうも ありがとうございます。それではちょっと時間が逆上してきたので小川先生お願いでいたしましょうか。お願いできませんか。コメントでも結構でございます。あ、そうか、ごめんなさい、飛びました。伊藤先生ですね、失礼しました。はい、どうせ先生すいません、失礼いたしました、飛んでしまいました。はい、それでは資料を共有させていただきます。はい、よろしくお願いします。それでは始めさせていただきます。残り時間もあまりございませんので、簡単にいきたいと思います。私の担当は、イタリアから見た、イギリスの離脱問題をどう考えるかということです。構成としては3点ございまして、対英経済関係上の課題ですね、先ほどから対英の貿易関係等々の課題があって、それをどう捉えていくかということが各国で課題になっていますけれども、それをイタリアから見てまいります。第2点としては、それが EU との関係、すみません、EU になっても申し訳ございませんでした。EU 関係においてどのような波及効果をもたらすのかという話をさせていただきます。特に先ほど中村先生のお話の中にもございました、まあ、ドイツも含めた EU に対するイタリアの、まあ、厳しい見方、まあ、イタリアも厳しく見られているという、そうした相互関係について考えていきます。そして3番目として、いわゆるイタレグティッドというか、まあ、次の離脱候補としてのイタリアという話をさせていただきます。簡単に申し上げれば、ブレグジットに対してはいよいよ迫る中で、具体的な対応をめぐる危機感と、親近感のですね、イギリスに対する親近感の双方が、まあ、併存している状態であるというお話をさせていただきます。ではまず第1点でございます。イタリアもイギリスは、非常に大きな、貿易相手でございまして、およそ、そうですね、96億ポンド近い対英貿易黒字を抱えています。これが一番新しい数値です。それである以上ですね、イギリスと、貿易は維持したいわけです。そして、仮にイギリスが、離脱した場合にも、この貿易を維持する場合、維持したいためにですね、新しい貿易協定を結びたい誘因というのは、まあ、経済界に限らず政治の世界にも、ございます。そして、もう一つですね、あまり細かい話は書けないんですが、やはりイタリアの場合は、国内の雇用市場、まあ、経済規模も含めて、他の主要国と比べて小さいという問題がありますので、イギリスについては労働市場というんですか、イタリア人が働きに行く労働市場や、もしくはイタリアの、まあ、金融関係があまり状況が良くない中で、イギリスというのは金融市場としても重要性が高く、まあ、非常にですね、気になる存在であったわけです。そして直近の、まあ、対応をめぐっては国内もいろいろ混乱がございました。先ほどですね、伊藤沙織先生の報告の中でこうした、
金融関係のですね問題についても少し触れていらっしゃいましたけれども、イタリアの中央銀行であるイタリア銀行が、11月9日にですね、関係機関向けに警告を出しまして、イギリスの金融機関を利用するイタリアの企業等々について、1月1日以降どうなるかわからない、少なくとも、新規の認可が、論理的には必要になって、従来のように相互承認で活動できなくなるリスクというのを十分踏まえて対応を考えるようにというふうにですね、銀行監督に非常に強い影響力を持つイタリア銀行が、述べています。いろいろ国内でも、どう対応 すべきかというですね議論が、コロナの中ですが、いろいろ行われています。さてこのようなイタリアのイギリスに対する経済的ポジションの問題を、実はですねイギリス側もよく分かっていて、イタリアは、ブレグジット問題をめぐってですね、単にイタリアの側がそれを受けて動揺しているだけではなく、その動揺を、うまく捉えてイタリアを通じて EU に働きかけるというんですかね、 EU を揺さぶる対象として、イギリス側が考えているというふうに言われています。昔からそういう傾向はあったんですけれども、それがですね、次のようなさまざまな、イギリス側からの、口先介入というんでしょうか、働きかけに、見られます。次にその話をさせていただきます。まず、背景として、この研究会でも何度か、ご報告させていただきましたが、イタリアは2018年に、5つ星と同盟を中心としたポピュリスト政権が成立して、そしてそれが再編されて同盟は外に出てですね、一番強硬な対 EU 批判勢力は外に出たわけですけれども、それでも決して EU との関係が良好とは言えない状況が第二次コンテ政権以降も続いてきました。5つ星運動は EU に対してはですね、政権を握ると多少現実主義的になりましたが、もともとかなり批判的な勢力でしたし、民主党はどちらかといえば唯一の新 EU 勢力なんですが、それでもですね、労働組合との関係なども含めて EU に対してはあまり、なんていうんでしょうか、親しい態度を取れなくてですね、そのせいで選挙に負けたということもあってですね、 EU に対しては是々非々で要求していくという姿勢を強くしています。そして、先ほど、中村先生等々のお話にもございましたように、コロナ危機をめぐってですね、 EU から必要な援助を得られなかったというですね、批判がですね、世論で非常に強く、この期間ですね、わずかこの2月から4月ぐらいまでの短い期間の間に、あれだけ中国に対して批判的な世論が一気に中国になびいてですね、いろんな、世論調査機関の、データを取ると、最も信頼できるパートナーが中国であるというふうに答える人がそれなりに多くなってきています。言い換えれば特にドイツやフランスに対する批判はさらに強くなっているわけです。そして、対 EU 関係において特に経済との関係で重要なのは、今、予算で逃げ出している中でですね、財政支出拡大策をどれほど、認めるかどうかということです。でコロナの危機については、イタリアについては非常に深刻だったんですけれども、従来から求めてきた、緩和策を実現する、良い口実になったということは否定できません。ですからそもそも、現、コミッションを組織するときにジェンティローニ氏を送り込んで、そしてそうしたですね、従来の緊縮策からもう少し柔軟な策に転じる、なんていうんですかね、他のドイツなんかからだとトロイの木馬だと言われたこともありますが、そうした策をしていましたし、そして、この危機の中で特に各種で指摘されるのは、巨大な、資金を持つですね、CDP という預託貸付公庫という、巨大な公庫があるんですが、その役割を拡大させて、企業救済とかですね、各分野の再編を主導してナショナルチャンピオンを作るとかですね、ちょっと競争法上も疑義のあるような介入をしていて、これがヨーロッパ諸国の警戒感を、招いています。でこうした形で財政、拡大策を、
していく中で、まあ、今ちょうどイタリアも予算編成の時期ですし、 EU の予算の編成の時期で非常に対 EU 関係がクローズアップされていて、その中で、さらにまたブレグジットの問題が複層してきて、イギリス側からの働きかけがある状況です。でその話をさせていただく前に、まあ、信頼度の話だけ先にさせていただきたいと思います。これはですね、ユーロバロメーターの最新の状況で、まあまあ、左から右にですね、EU をこう信頼するかどうかって、信頼する方から信頼しない方まで並んでいくわけですが、もう少し拡大すると、イタリアはまあ最低値です。加盟国中最低の信頼度で、しかもこの下落幅が非常に1年前より10ポイント下落していて、非常に深刻な、状況です。ですから、コロナ危機以降ですね、まあ、その前からなんですが、難民危機のハンドリングとコロナ対応でどれほど、EU 問題に、なんていうんでしょうか、こう光が批判的な形で光が当たったかということがお分かりだと思います。でこの、イタリアの EU 批判を利用 しているのが、まあ、利用しているというかそこに働きかけているのがイギリスなわけですね。でもともとイギリスとイタリアというのは、まあ、いわば独仏中心の EU 統合の中で、イタリアから見るとイギリスを利用して独仏の例えば先行統合論とか、中村先生の話にございました多段階統合の話をこう緩めていくためにイギリスとの提携というのを重視してきたんですが、まあ、イギリスがいなくなってしまうとイタリアはそういう点で非常に困るわけですね。 ですからイギリス側もそうしたイタリアの立場を利用して、例えばイタリア系とかイタリア出身者 のイギリスの保守党議員のロンギ氏などが、結局ですね、EU にいるから、自由な貿易協定を結べなくてイタリアは輸出促進できなくて苦境に陥っているんだというふうに、まあ、いろいろ、な発言を盛んにメディアでしていて、確かにこうした状況が物議を醸した一帯一路の覚書調印の背景にあるということは以前ご報告させていただきました。そして、まあ、イタリアエグジット党というかが、五つ星運動の元上院議員を中心に結成されて、まあ、これはまだ政党支持は大したことないんですが、これはただ象徴的な動きで、やはり EU 批判自体は非常に、まあ、盛り上がってるというよりもむしろ批判的に見ない方がおかしいというような雰囲気になりつつあって、非常に厄介な状況です。で特に、最近の政権運営の危機の中で一時勢力が停滞していた同盟がまたまあ盛り返しつつあって、サルビーニ党首がこうしたイギリスのブレグジットの動きを利用して、まあ、自分たちもですね、自主的な決定権を取り戻そうということで、まあ、イギリスと連携しようというような発言もしていて、イタリアエグジットへの懸念というのが、まあ、広がって、イタリアはまあ最も弱い次の離脱候補になっていると言われています。もちろん、最後になりますけれども、これで実際に離脱が起きるとは、まだ言えない、とても言えない状況なんですが、非常にこの弱い岩としてのイタリアというのが、これからですね、イギリスが離脱した EU の中で、非常に、まあ、問題になってくる、そして多分離脱プロセス自体にも一定の影響を与える存在になってくると思われます。私の報告は以上です。はい、ありがとうございました。あまり日本でまだ言われておりませんけど、イタリアリンピックス、という話ですね。それから、まあ、その前の中村先生、ドイツ、まあ、やっぱり EU におけるドイツの存在感というのはますます強くなるだろうということで、両者なんか EU をめぐって対照的なお話になってたかと思います。なかなかそれぞれのお国柄を反映したお話として、バラエティにある富んだお話になって、今日の研究会の内容になっていると思いますけれども、今日オブザーバーで参加されておりますけれども、小川先生と吉武先生の方から何かございますでしょうか。それぞれ北欧、ね、という
ご専門でございますし、また理論的なご研究もされている、わけですけれども、いかがでございましょうか。じゃあこちらからあれするのもなんですけれども、小川先生の方から一言何かございましたら。はい、立教大学の小川です。渡辺先生、皆様本日は飛び入りさせていただきましてどうもありがとうございます。先生方のお話伺って、その日本の EU ブレグジット研究の数字の高さを改めて舌を巻いて伺っておりました。これで渡辺先生からイスラム問題もあって緊迫するフランスについて伺えたらもう申し分ない幸せだなと思っているので、少し時間を空けられたらなと思っているので簡単に、ですね、ロドリック の、 グローバル化と民主主義と国家主権の3つが両立しないというトリレンマについてはよく知られているところでありますけれども、私がすごく大雑把に EU を見るときに、その統合とかあるいは環境といった、理念とですね、それから、経済から安全保障まで含む実利のほかに、あと加盟国や地域の発言権という、大体この3つの関数で、その加盟国やその下位地域の欧州に対するコミットメントが大体説明できるんじゃないかという、ものすごく大雑把な、私の心の中の理屈で考えています。ブレクジットもそうですけれども、例えばフリューガル4という なぜスウェーデンや、オーストリアやオランダやデンマークはその、倹約国として EU の結束に水を差すようなことを言うのかとかですね、あるいは復興基金の結束が高まる中でハンガリーなんかが、法の支配の強制に反発して、そういうものに抵抗するといったこと、そういったこともあります。それからお話出てました中国の引力と中国に対する警戒感といったものも、そういうものもあると思います。で、そういう中でその EU は試練の中にあるけれども、その、ハミルトンモーメントというお話もありまして、その危機を通じて結束を高めていく、財政的に一体化や連帯を深めていくという、後戻りはあるけれども統合が強化されていくという議論は、その通りだと思うんですけれども、やっぱりそのもはや EU は一つのモデル、や理念を共有しているというよりは、非常に異質なもの、異質な条件を持った加盟国をはらんだ、複雑な複合的な存在であると言わざるを得ないんだろうと思います。体制とかモデルの競争という言い方されますけれども、そのモデルというものがもはや一つのその、単一市場とかですね、グリーンな欧州とかいうものだけではちょっと語れ、あるいは、復興のための欧州ということだけでは語れない複雑な存在になっちゃってるんだろうなということを思いました。で、そのインフラとして、国内政治、デモクラシーがあるわけですけれども、それがどうなってるかなっていうのがちょっと興味があって、このコロナで、ポピュリストの言う、水際ですね、壁を作るとか国境を封鎖するとかいうことでは済まないという、それを やったはやったんですけれども、ポピュリスト自体が、跋扈するということにはならなかった。これは、アメリカもギリギリそうでしたけれども、イタリアも伊藤先生が、同盟がまた再浮上してってお話ありましたけど、世論調査の結果を見ると、すごいピークを迎えているわけではないし、北欧なんかを見てもよくポピュリストはむしろ支持を減らした傾向があるんですよね。そういう意味では、安定化に向かっている一方で、でもデモクラシーがうまく機能しているかというと、例えばイギリスを見ると、ジョンソン政権の支持は下がっている。労働党、新党首スターマーの支持、次期首相にもふさわしいというのでジョンソンを超えましたけれども、ただその労働党がじゃあ今度ガバンできるのかというと、どうかな、
前党首のコービンをまあパージしたのはいいんですけれども、じゃあブレクシットの問題も含めてうまくそのガバンできる政党なのかなというと不安がある。ドイツもまあメルケルの引退が迫っているというところですね。マクロンはまあいろいろな問題を一生懸命やってますけれども反発も食らっているということで、まあそのインフラっていう言い方変かもしれませんが、としての国内政治が欧州どうなっていくのかというのは非常に興味があります。で、まあ、私専門北欧でありますけど、北欧については吉武先生の方がはるかに詳しく分析されていますので、一旦ここで お任せして付け加えることがあれば後で補足させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。理論的な整理をやっていただいたかと思いますけれども、それじゃ最後にありましたけど吉武先生いかがですか。マイクがオフになってる。マイクをオンにしてください。あ、大変失礼しました。高崎経済大学の吉高でございます。今日は本当に貴重なご報告ありがとうございました。私自身は北欧の、政治外交を中心にやっておりますけれども、なかなかちょっと不勉強で現在進行形の最先端のことでどう対応っていうことはちょっとこれから調べたいなと思ってるところでございます。簡単に今日ご報告くださった先生方の内容について、感想をちょっとだけ述べさせていただきたいと思います。それで今回こうやってイギリスのブレグジット問題を中心にご紹介されたわけですけれども、改めてこの問題を扱うアプローチの仕方っていうんでしょうか、そういうので非常に学ぶところが多かったなっていうふうに思いました。で、イギリスっていうことで、イギリスに焦点を当てるわけですけれども、一つは本当にイギリスの国内政治っていう観点からやっぱり分析しないとわからないっていうのはありますし、さらに今度はEU レベルで、EU の中でどういう議論があるかっていうですね、そういう関係もありますし、あとは今回中村先生がドイツの話なんかされました、伊藤先生がイタリアのことを言及されましたけど、各国間の外交交渉ってでしょうか、そういう観点もあって、その国内と EU レベルの政治と各国の外交っていうですね、その三者がこう三つどもえになって重なり合ってるところに、このブレグジット問題の難しさっていうのがあるのかなっていうふうに思っています。で、今日それぞれの先生方がご専門に合わせてご報告なさいましたから、非常に分かりやすくこの問題がこう立体的に浮かび上がったなっていう印象を持ちました。そういう意味で非常に意義のあるご報告だったというふうに感じております。私なんかはこのイギリスの話をちょっとお聞きしてて、イギリスの政府からしてみると EU との交渉をやってる最中に他の国とも FTA 交渉とかこうやってるわけですよね。その辺のこう相互作用みたいなものっていうのはこうフォローしてみると面白いかななんていうふうにちょっと感想を持ちました。それであともう一点、別の視点としてはですね、今現在のブレグジット問題の交渉っていうのはもう通商問題にこう特化したような形で話が進んでますけれども、これが本当に安全保障とかですね、そういうふうな観点にどう波及していくのかっていうことで、より広く考えることができるのかなっていうふうに思っています。そういうんで経済も本当に重要ポイントですけれども、そういう外交安全保障といったような観点を含めて、各国がどう考えているかっていうところも重視しないと、各国の、イギリスへの対応とか、またイギリス自体の動きっていうものも、理解できないような気がしています。そういう意味でちょっとそういう視点も今後必要になってくるように思いました。あと3点目としては国内政治の話でドイツなんかですとAfD なんかがこう台頭してくる可能性があったり、またイタリアにおいてもそういう反 EU、 またさらにはちょっと過激ですけど離脱っていうふうな方向があるっていうことで、非常に面白く拝聴しました。ただ本当に北欧に関しては小川先生もちょっと言及されましたけれども、逆にこのコロナ問題である程度うまく対応してるっていうこともあって、そういうその
右翼ポピュリストっていうんですか、そういう政党がこう支持率を落としてるっていうふうな状況があって、まあ、あの EU 加盟国広く見ると いろんな状況にあるのかなっていうふうに思います。またその EU から離脱っていうふうな議論もデンマークとかスウェーデンとかじゃそれはもうないような状況になっているように思います。その右翼ポピュリスト政党が国民投票をやるんだとかって言ってたりしましたけれども、なんかそういう話はちょっともうイギリスが散々苦労しているものを見るとありえないっていうふうな状況になっているというようなところです。はい、まあ、以上ちょっとさまつなバラバラな話でしたけれども感想を簡単に述べさせていただきました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。大体皆さん、一言ずつお話になる程度で、結構かと思います。それで、時間、多少5分か10分ぐらいだったらいいんでしょうか、こう言っても。はい、大丈夫です。はい。当初は議論をね、30分お取りしてたんですけれども、少し延長させていただくぐらいのつもりでやりたいと思います。それぞれ各国のお話、それから理論的な組みも小川先生と吉武先生が最後に、かなり整理させて、していただいたんで私が改めて繰り返すことは避けますけれども、最初に今日の基調報告だった伊藤さゆり先生の方ですね、それから それに準じる形で全体のお話をしていただいた福田先生の方に、まあ、私から質問というか視点というのを少し提示してお答えいただいて、それからあとはドイツ、イタリア、そして私も含めればフランスでありますけれども、これは各国、それから北欧でありますが、各国事情なので、そういったお話に伊藤先生と福田先生のご回答に合わせる形で少し議論ができたらなと、各国別の各国からの見方、各国の事情についてお話ができたらなと思っております。それで基調報告いただいた伊藤さゆり先生の方には大きなお話としまして、それからまた先生が最近よくおっしゃってるお話として、EU の側から見れば EU の今後の在り方ですね、コロナとブレグジット、まあ、両方相関関係の中で進んでるんだと思いますけれども、一方で その中国の国際経済全体の中での中国の、先ほどもグラフでお話、GDP の話でお話になられてましたけれども、このブレグジットを機にイギリスの、EU の衰退ということができるのか、そしてまた一方で他方イギリスがどうするのか、これは離脱交渉と同時に FTA ですけれども、イギリス の当初2016年に思った時のようなですね、ブレグジットを決めた時のような世界のかつてのイギリス大英帝国だという勢いはもう特にないとは思いますけれども、さあ去りながら、やっていけるんだろうか、まあそれはまたというのが2つをセットにした質問です。で、まあ、その背景として、そのイギリスの、EU 離脱を外の関係で支えたのは当初は中国、まあ、私はこれはあまり支持しなかったんですけれども、やっぱりアメリカかなということではあったんですけども、バイデンさんの最近の発言というのは、まあ、メディアでも言われているようにどこまでイギリスに付き合う気があるのかなということだろうと思います。でそういう意味ではイギリスの離脱、ブレクジットで出るはいいけれども、その一方 のバランスといいますか、よすがといいますか、頼りになる方向っていうのはどういうふうに考えていったらいいんだろうか。まあ単独自立でという選択はないわけではないんですけれども、まあそれから中米を考えたときに、私は、ね、ヨーロッパにとって中ロの関係っていうのはやっぱり大きいと思います。中ロがユーラシアで大きな力になるのはやっぱりヨーロッパは警戒してるんだと思います。一連択肢。まあ、それがメルケルやマクロンの対中政策、あるいは対ロ接近などに見られてるんだと私は思いますけれども、まあ、その
後半の部分はまあ皆さんに全体 の, 国際政治的な観点から特にドイツ、中村先生の中にもしご回答があればと思います。それから、まあ、たくさんあるんですけども、とりあえずそれと、それから福田先生には、やはり私も基本的には移行期間の延長っていうのは大いに可能性のあることだろうとだいぶ前から思っておりましたけども、まあ、お互いに振り上げた拳がどこに下ろすのかという話であろうかと思いますけれども、まあ、その時のですね、基本的姿勢はそうだとしても、短期的長期的にですね、当然まあ困ることは確かですけれども、どういうところからこう移行期間のうまくいくとして、うまくいくシナリオって考えた場合に、この調整がどういう点からアクセスすると可能だろうかなという、まあ、より現実的な話ですけれども、そのあたりどうお考えになるでしょうか。まあ、これは伊藤沙莉先生に対する質問とも、ご報告にも重複することでございます。それから、これは先ほど国際政治的な観点で、ドイツやフランスの立場をちょこっと申し上げましたけれども、もう一つ、これは小川先生が一言言われましたけれども、ヨーロッパそのものの、加盟国そのものの、あるいはまた EU 全体としてのデモクラシーの問題だろうかと思いますし、まあ、より具体的に言えば、私もポピュリズムはそんなに伸びないということを前々からずっと言ってるんですけれども、まあ、だとするとどちらの方向に、本当の意味でデモクラシーは回復するのか、あるいはもっと機能するのかという疑問問題があろうかと思います。まあ、各国の国内でその辺どういうふうに動いているのか、特にコロナの対応っていうのが一つ問題を投げかけているとよく言われますけれども、そういったあたり全体でご議論できればなと思った次第であります。まあ、いずれにしても私も随分いろんなことを学ばせていただきましたし、単なる知識だけじゃなくて考え方の思考の枠組みというのをとても勉強に なったと思います。それでは伊藤沙莉先生の方から、そして福田先生の方、そして、まあ、それに対する皆さんのご質問ご意見も途中から言っていただいていいと思いますし、その後でまたちょっと先ほど言いました、国際政治的な観点とか、それからまたデモクラシーあるいはポピュリズムのような問題を少し議論できればなと思っております。それでは伊藤沙莉先生お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。幅広くいろいろお尋ねいただいたかと思うんですけれど、福田先生のご質問でもあったこれからの、まあ、交渉の着地点みたいなお話と、それからEU とイギリスについての、まあ、今後の、まあ、将来像みたいなお話について少し考えるところを述べさせていただければと思います。でまず交渉の着地点について福田先生から、まあ、移行期間、まあ、渡辺先生は移行期間の延長とかですね、それから中村先生の方からも割とこうショックの少ない形の着地というお話だったかと思います。基本的には私もですね、基本的な見方はやはり同じでして、ただ移行期間そのものの延長ということになってくると、いろいろ予算への拠出とかですね、まあ、いろんなややこしい問題が出てきてしまうので、やはり根幹としてのこう FTA みたいな非常にこう簡素なものであっても、なんか協定があるというのが、まあ、大前提で、まあ、それがあればですね、プラスアルファで例えば導入期間で別協定で何かこう暫定的な協定を結ぶとか、そういうこともできるのかなと。で、まあ、そういう形の直回避を狙うということがまあ着地点なのだろうと。ただ簡素な FTA すらも結べないようなイギリス側の強硬な姿勢みたいなものがまかり間違って続いてしまうと、EU としてこうそれなりの譲歩というんでしょうかね、暫定措置を講じるようなことができないような状態が続いてしまうと、これは非常にリスクが高いということではないかと思います。で今後という点について、やはり私は今一番注目しているのは、それこそ本当にグリーン
あるいは気候中立化というものに対して EU がどこまで本当に世界のトレンドをリードしていくような役割を担っていけるんだろうかというところはやはり大きな意味を持ってくるんだろうと思っています。で最初の時点ではこのコロナが起こって最初の時点ではどちらかというとこう EU が復興基金を作り前のめりになってという感じだったものがここに来てその中国も2060年の気候中立化みたいな旗を掲げてアメリカもそのバイデン政権に変わっていくということになると、いよいよこう世界の大競争みたいな様相を呈してくるということになってきたと思います。でそれはある意味ではEU にとっては国際的に取り込まなければ気候変動対策というのは実現しないというか成果が上がらないのでありがたい反面で例えば中国が従来型のやり方で、旗を立ててでそれに対してそのイノベーションの、すごい気候変動対策のための中核的な、技術に対する開発について大量の国家補助金を投入するとでその思考の実験みたいなものを非常に巨大な国内市場でやるということになるともう圧倒的なその規模の経済性のメリットというのがやっぱり中国にありましてそういう意味でこう中国に生じてしまうことになって今そのヨーロッパ EU にとってはこの中国のグリーンへの軸足シフトというのが、嬉しさ半分と心配半分というんでしょうか、ヨーロッパ的な、価値観を落とし込んだ形での気候中立化というものを推進したかったものがそうではなくなってしまってかつルールの部分でもそれから実利のビジネスの部分でのテクノロジーとか先端的な技術開発の部分でも中国に悪くすれば覇権を取られてしまうというようなことになるとこれは非常に怖いだろうとそれだけにおそらくは復興基金みたいなものでグリーン投資などに呼び水をつけていくということは非常に大事になっているんだと思うんですけれど、それが足元中東との価値観の対立で前に進めなくなってしまったりということで、このあたり本当に中国はしきりとこう民主主義体制よりもこういう危機の場面では権威主義的な体制が優れてるんだということをしきりに言うわけですけれどなんとなくその主張を正当化させるような状況に陥ってしまっているというのが非常に悩ましい部分だなというふうに思っています。でイギリスに関してではですね、これまさに将来像は本来であればご承知の通りこうグローバルブリテンということで、EU にこだわらず EU のこう制約から逃れてもっと世界に広がっていくというようなことを掲げていって、おそらく離脱後イギリスは当然アメリカともそれから中国とも通商交渉などをやっていくということになるんですけれどなかなかやはりタフな相手にですね EU ですら非常にタフだと思う相手にイギリス一国としてどこまで立ち向かっていけるのかとでイギリスの国民は、そのブレグジットに関して半数はなかなか賛成をしていないような状況にあってですね、イギリスとのアメリカや中国との交渉上の成果というのが思わしくない場合というのは、さらなる政権違反にもつながりかねないということだと思います。ただ差は去りながら、そのアメリカが政治が非常にこうふらついてもですね、やはりアメリカ経済の強さがあるのと同じような強さがイギリスにあるというイギリスにもやはりあるんだろうと市場メカニズムの働きであったりそれからやはり金融の部分ではこれ離脱対日市場からの離脱によって一部のビジネスは大陸に移さざるを得なくなるけれど結果としてその一部というのは本当に一部であるということもだんだんこの金融機関の行動からも分かってきているということだと思います。そういう意味ではイギリスがマーケットメカニズムとかあるいはその、企業のビジネスのフレンドリーな環境みたいなものを維持してですね国際的に開かれた
EU とのアクセスは今までよりも悪くなったとしても、国際的な開かれた環境というのを維持すれば、それなりの地位を確保していくということはできるのではないかというふうに思っております。はい、どうもありがとうございます。分かりやすいお話で、それから可能性を含めた、期待値を含めたですね、将来像についてお話しいただきました。はい、いかがでございましょう。とりあえず、じゃあ、続けて福田先生に、また大きな視点からお話しいただいて、でそこから皆さんの質疑に入りましょうか。はい、よろしくお願いします。あ、福田先生、マイクが。マイクは福田先生解除まだされてませんけども。皆さん失礼しました。移行期間の、イギリスの移行期間の延長問題ですけれども、伊藤先生おっしゃられましたように、落としどころをですね、どういう形で落とすかというところなんですが、EU 側も漁業問題も含めて、ある程度妥協する意思を持ってるし、イギリスとしても、あまり長引かすしたくはないという気持ちはあるんでしょうけれども、少しだけ延長して来年度に伸びるかもしれませんが、何らかの FTA に近いような大枠だけを決める合意で、合意ができたという定義を取って、後で具体的なことを決めるというふうな決め方はあるのかなと。これは伊藤先生と同じような見方になるかと思います。基本的には12月14日以降、17日まで行われる欧州議会で、欧州委員長による一定の方向性が示されると思いますし、その後、オンラインでひょっとしたら首脳会議をやるかもしれないなというふうなこともあるんですが、あまりそれは期待しない方がいいかもしれませんが、欧州委員会としての立場は欧州議会で表明されるかなと。思っています。12月の中旬から下旬にかけてですね、17日から21日でしたっけぐらいの期間に大体の方向性が見れるかなというふうには思っております。それから2つ目の国際政治の問題と関わってきますが、イタリアあるいはフランスに対して中国やロシアがいわゆるハッカーを通じてサイバースペースでさまざまな働きかけをしてきたと、フランスのマクロン大統領の選挙の時もそうでありますし、あるいはアメリカの大統領選挙もそうでありますが、そういう形で特にヨーロッパに対してはフランスやイタリアのポピュリスト政党に対してさまざまな働きかけをすることで EU の分断を両国はそういう形で介入してきたというのは事実として認めないといけない。で、そういった中でですね、EU に対して、例えばイタリアの EU 離れの世論が結構大きいんではないかというふうな伊藤先生のご指摘もございましたけれども、意外とですね、例えばドイツ軍がですね、オランダ、フランス、イタリアの COVID-19 の重症患者をですね、ドイツ軍機で、ICU のベッド数の空いているドイツに搬送しまして、イタリアの患者もかなりドイツに送られている。で、緊急医療サービスをドイツは提供していたということで、イタリアの ICU の施設の不足をかなり補っているというふうなこともございます。そしてまたポーランドの軍事医学研究所の医師団がですね、コロナ危機の最も厳しい緊迫した時期にイタリアの医師を支援するためにロンバルディア州までイタリアまでですね、医師団を送って献身的な治療を行っている。スロベニアの医師団も同じように支援したというふうに、イタリア支援に EU 各国が入っている。
そしてその人員や物資、医療機器の搬送のためにドイツの空軍だけではなくて各国の軍隊がですね、国境を越えて協力し合ったと。でそういうふうなことはあまりメディアでは言われずですね、コロナ危機で各国は自国のことで精一杯で他の国のことを顧みなくなったというふうな言説がメディアで流されていたけれども、実はそうではないんだということで、EU の外務省にあたる対外行動局 EAS からちょっと私のところにも最近毎日2回ぐらいメールが来ましてですね、まあそういうふうな状況でですね、連帯のためのホームページを EU は立ち上げて、どうもその広報で失敗したんではないかというふうなこともあって、4月に確かに欧州議会で、フォンデアライエンさんが謝罪してイタリアに対して、一番厳しい時に支援できなかったことを謝りましたけれども、実は EU としては確かにできなかったけれども、少なくても EAS や ECDC がですね、各国の医療物資の調整をやり、そして、まあ、EU の対外行動局が各国の軍隊の国境を越える支援の調整をやっている。でそのためのホームページを立ち上げて、そのサイバースペース上にですね、EU が設けたその窓口からですね、民間もそれから各国の公共機関も医療機関もですね、全てアクセスして、どういう支援が欲しいというのを、まあ、申し込めるようにした。で、まあ、そこで各国の軍隊が動いて野戦病院を作ったり、まあ、いろんな動きをしておりまして、ちょうどその内容についてはこの11月に出ました陸上自衛隊創設70周年という防衛省から頼まれたやつの機関紙の関東論文で、その医療人道支援における欧州の連帯、各国の軍隊の連帯というものをですね、まあ、中心に、まあ、書いたんですけれども、まあ、そういうふうなものを見るとですね、EU と加盟国は非常にうまく連携行動をとって、イタリアの支援にも行ってるし、死亡者数は少なくとも第2波ではイタリアかなり減る可能性が高い、第1波ほどの悲惨なことにはならないというふうなことが、まあ今言われているかと思います。だからそういうふうな流れの中で、第3番目の問題がコロナ危機で、デモクラシーは生き残れるのかというふうな大きなテーマになってきまして、小川先生や、おっしゃったようなですね、エンド・ドーリクのグローバリゼーションパラドックスでいうようなですね、ハイパーグローバリゼーションの方に進むよりは、むしろウルフガング・シュトレイクの言うような形で制御されたグローバリゼーション、まあ、資本主義はどう終わるかといったポスト資本主義の論者たちがですね、まあ、ボアイエも似たようなことを言っておりますし、バルトリーニも同様のことを言っておりますが、そういう形で行き過ぎたグローバル化をある程度制御する、そういうふうな意味において EU もそれから EU 加盟国も少し、まあ、気がつき始めているのではないかと。で、まあ、緊急支援をもらうとついそちらの方向いてしまうわけですが、イタリアの場合、中国から多くの外国人労働者がカバンの工場などにたくさん出稼ぎに行っていって、まあ、それがウイルスが2018年ぐらいからもう広まっていたんではないかということが最近言われて、2019年、遺体の別のコロナ以外の病名で死んだ人を調べていると、子供コロナが罹患している遺体が非常にたくさんあったと。2019年代前半にすでにイタリアに蔓延してたんではないか、そういうふうなのが最近医学系のジャーナルでよく発表されてますの で、あるいは COVID-19 じゃなくて、18 ではないかというふうな、中国に忖度して WHO が COVID-19 という名称をつけたけれども、本当は18とつけるべきだと主張している学者もいるぐらいでありまして、ずいぶん1年間ほど、まあ、もう抑えられなくなるまで拡大したのが昨年12月であったわけですが、それ以前に流行っていたんじゃないかということが、まあ、武漢を中心にですね、まあ、そういうことが言われています。でそんな中で、まあ
小川先生や吉崎先生のご専門の北欧諸国ではですね、コロナ禍の被害が一番少ない。少ない理由はデジタル化がもうコロナ以前に進んで、まあ、寒い国でありますので、フィンランドにしろエストニアにしろ今回のコロナ禍でもほとんどこのコロナ禍の影響を受けていないというふうな中で、グリーン化とデジタル化という EU の方向性あるいは中国やアメリカも同様の方向を見たということで SDGs の方向性とそれから中国は2060年をターゲットにしましたし日本やヨーロッパは2050年をターゲットにしておりまして、まあ、10年の差はありますけれどもどちらも同じ方向を向いてこれから競争し始めるというふうな中で産業分野で企業がですね比較優位を得るためにはそのデジタル化とグリーンディールというふうな形で作られるまあSDGs でいうような国際規範をグローバルなルールにして競争上の優位をヨーロッパ企業が得るという成長戦略が意味を持ってくるから、まあ、そういうような意味では大急ぎでそういう方向に動いていくのかなというふうなことも考えております。ちょっと長くなってすみませんでした。はい、どうもありがとうございます。最後のグリーンディールのところは EU から見たら先ほど伊藤先生が指摘されたようなライバリティっていうか競争的なあれになるかもしれませんけど中国はやっぱり EU を見てやってるわけじゃないと思うのでこの点 EU がどう噛んでいくのかっていうのはちょっと一つ新しいあれかもしれませんね。まあ、これは明らかにアメリカに対する意識っていうのは非常に強いんだと思いますけれど、それからちょっとお二方具体的なとこまでは細かくおっしゃらなかったけど今後の話としてまあ、具体的な話としてはこう平行的にいろいろお挙げになりましたけども、もしこの延長じゃなくて妥協だあのだだだあの合意が成立するとしたら、一つ二つ挙げるとするとどこに一番可能性がありますでしょう。EU の側から見ても、まあ、ある意味で情報や妥協になるのかもしれませんが、伊藤さんいかがでございましょう。どこというのは領域的なものですか。領域的、より政策的、より細かさっきの話に比べればより細かな話になりますか。そうですね。どうでしょうか。やっぱりガバナンスのところで。で紛争解決の恒久的な枠組みみたいなところをまず合意するというのが一つだと思いますし、それから国家補助金の扱いのところでも、まあ、何らかのちょっと踏み込んだ記述をということなのかもしれませんし、それからやっぱり競争条件の公平化のところの、文言ですよね。そこに特に EU がこだわっている気候変動と雇用のところですか、ここについて、まあ、非対抗条項的なものが入ってくれば、これは EU としては一応妥協それを見合いにして少なくとも関税ゼロ、数量規制なしの FTA を締結するというところは、EU が、イギリス側が条件を飲んだので、EU としてはやらなければいけないというところかなと思いますね。プラスアルファで、おそらく金融の同等性とか、個人データの、移転の、を許容するとか、そういうところはセットでついてくるお話かなと思います。ありがとうございました。まあ、雇用の問題、モビリティの問題っていうのは、最初から出てる話ですよね。はい。それでは皆さんドイツ、イタリア、それから、北欧とあれしまして、まあ、ちょっと私も今大体読んじゃったんですけど、この春にイギリスに行った時にイギリスの中ドイツ大使が書かれた本が割と売れてて、ジャーマンルールっていう本で、要するにブレクジットもドイツ中心のドイツ支配の EU になっちゃったんで、それでイギリスは嫌になっちゃったんだと、まあ
ぶっちゃけて私なりの言葉で平たく言えば、まあ、そんなことが書いてありますけれども、それほどヨーロッパ・ドイツ問題、中村先生がだいぶ指摘されましたけども、で、よく毒物とは言われますけど、イタリアはやっぱり、まあ、南欧の国という立場からすると、ドイツに対するこう反発、まあ、フランスとはよく宣言をめぐって中断したりよくやってますけれども、まあ、そういったこともあるのかなと思いながら聞いておりましたけれども、何か、それぞれの方で、一言ずつございませんでしょうかね。はい、よろしいですかね。はい、どうぞ。渡辺先生から先ほどもご質問いただいたと思いますけども、簡単に補足のご説明をしたいなと思ったのは、今おっしゃったドイツ問題の件と、それから冒頭でおっしゃった中国とロシアとの関係について簡単に補足させていただきます。基本的には例えば今、アメリカと中国が非常に緊張関係あるわけですけども、ドイツが戦略的パートナーシップを掲げて経済的に非常に深い関係になっていて、でそのことが今非常に、まあ、非常に厳しい局面に立たされているわけですよね。でただしドイツの経済的な繁栄を支えているかなりの部分が中国によって支えられているっていう実際の現実的な面もあると。でそれをじゃあドイツ政府はどう説明してきたのかということになるんですけども、そうするとそのいや我々としては先ほどちょっと東方外交の話をしましたけれども、相互依存をすることがすなわちその地域を、まあ、お互いの平和と秩序の安定、それから、自分たちが持っている価値観、例えば、民主主義であるとか人権の尊重であるという価値観がそうした交流を通して、まあ、伝わるという発想が、まあ、ドイツ側にはあるわけですよね。でそれは先ほど申し上げたようなブラント政権の時のエイドである、エゴン・バールというのが、東方外交を始める時に掲げたスローガンを先ほどご紹介しましたけども、バンデル・ドゥフィエ・アンネルングという、まあ、接近による変化という言い方で東方外交の理解を得たわけですよね。西側からの、まあ、アメリカを中心とする同盟国からの猜疑心というのをかわすためにそういったことを、まあ、標語として掲げたと。で今も基本的には中国やロシアとの関係について、まあ、そういった考え方が根底にあって、それと同じような説明を、まあ、ドイツ政府はしてきたと。したがってドイツはそのメルケルさんは毎年のように、北京詣をして、でその時にさすがに国内でもいや最初に言っていた人権の問題についていつ今は言ってるんですかっていうふうな批判がかなり出た。でそれに対していやビハインドドアーズで言ってるんですと、扉をしが閉まった後私たちはきちんと指摘しているんですということを言っているんですが、結果として出てくるものは経済的な利益をドイツ企業にもたらしているだけで何も変わらないわけですよね。でそのことについて国際的な批判が上がった時に、まあ、2,3 年前 だったですかね、非常に大きくなった時に中国が見せた対応というのは反体制派のノーベル賞をもらった劉陽波さんの奥様をベルリンに出国させるっていう、まあ、そういったことが結果としてはあったと。ですからそういったことがないとやっぱりドイツもですね、対中外交の今のありようについて国際的批判とか裏腹だっていう認識はあるんだろうと思います。ただ現まあ、そろそろ限界に来てるのかなと。特に米中対立がこれだけ深刻になって 5G の問題なんかをめぐってアメリカがこれだけ厳しい、まあ、要するに、まあ、クリーンな環境を作れということを言っているわけですので、まあ、クリーンなすなわち対中国排除せよということですので、まあ、この点でドイツは非常に厳しい局面にあるのかなというふうに思います。もう一つロシアについても同様で、ロシアに対してもメルケルさんはプーチンさんと何度もアクセスして、そして、まあ、プーチンさんがそれこそ KGB の駐在員として東ドイツにいる頃からのお付き合いだということですので、まあ、会話もロシア語それからドイツ語双方でされているということですし、まあ、そういった信頼関係をある種の信頼関係を通して、まあ、アクセスをしてきたわけですけれども、まあ、ドイツ国内で起きていること、すなわちロシアの、エージェントが入ってきてドイツ国内でその、まあ、なんて言うんでしょうかね、
ドイツに逃れてきた人を殺害するとかっていうような行動があることによって、まあ、メルケルさんも、ロシアとの関係のある方について再考するというふうなことをが迫られているんだろうと思います。ただ本音として言いますと、まあ、一番のイシューである EU の中でも問題になっていると思いますが、アメリカが反対しているノルドストリームというガスパイプラインですね、これについてはおそらくはドイツ国内の本音といいますか、メルケルさんの本音としては、まあ、理解していただきたいなっていう、最終的には つなげていただきたいなというふうに考えているのではないかなというふうに思います。ただこれはもう実質的なことについては次の首相がおそらく最終的な決断をされることになっていくんじゃないかなというふうに思います。ちょっと簡単な補足で、そんなところです。すいません、長くなりました。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。やっぱりヨーロッパを語るのに今もうドイツが中心になってますからね、EU。はい。伊藤先生、いかがでしょうか。私の方でしょうか。はい。はい、はい、すいません。イタリアについては、確かに小川先生からご指摘があったように、同盟自体は、最盛期と比べると10ポイントぐらい支持を減らしていまして、その点はご指摘の通りなんですが、従来、あまり伸びていなかったイタリアの同胞という政党がですね、17ポイント、まあ、調査によって変わりますけど伸びてきていて、結局両党を合わせると、まあ、かなりの比率になっていると、そしてフォルツァイタリアが勢力を減らしていますいて、で5つ星が今第4党まで落ちている状況です。ですから従来の3党定立じゃなくて4党定立状況になっていて、しかもそのうち EU に明確に批判的な政党が2党、そしてそれなりに批判的な政党が1党という状況が非常に、まあ、問題ですし、特に、ドイツ、フランスとの関係が渡辺先生、中村先生からご指摘があったようにあまりよろしくない、状況で、その中でジョンソン政権というのはイタリアにとってよりどころだったということを私の報告の中では強調させていただきました。まあ、イギリスもこれからどうなるか分かりませんけれども、そういう状況は当面は続くと思います。以上です。はい、ありがとうございました。オブザーバーの、今日オブザーバーで参加、していただいてますけれども、二方の方からございますか、何かどうしても、問題提起とございましたら。マイク。私の方は特にございません。はい。大変勉強になりました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。北欧は比較的小回りが効いてコントロールしてるって言いますけど、スウェーデンについていろいろ取り沙汰されておりますが、これについては若手の清水健さんなんかの分析あります。非常に専門家重視の、なんというか、こう、計画的なやり方で、まあ、抑えるというのと、スウェーデンの死生観みたいなものがあるのでお読みいただければと思います。それから、ドイツ問題はやっぱりこれからのヨーロッパに対しとって非常にピボタルで、私なんか記憶と歴史のシンポジウムに出ましたときに、ドイツ人の前でドイツが客観的にリーダーになった段階で記憶の政治はどうなるのかと聞きましたら、社民系の有名な社会学者が玄関に、いや、ドイツはリーダーではないって言われたんですけど、だからやっぱり中でもアンビバレントなことがあるんだろうなと思って大変注目しております。中村先生、ありがとうございました。はい、もうだいぶオーバーしました。どうもありがとうございます。皆さん、どうもありがとうございました。いろんな問題提起、ブレクジットをめぐってそれを核にして、ヨーロッパの今現在抱える問題がいろいろ提起されたと思いますし、一定の方向性についてもそれぞれ の方の話の中 で出されているんだと私は思います。で、国際政治全体、国際社会全体の中で、この特にトランプが出て、メルケルさんの話は先ほどからだいぶ出てますけど、EU は全体としてこの今から2016年ですか、戦略的自立というふうなことを強調し始めて、トランプさんが出てきたときに、もう4年前ですけども、最初にヨーロッパ、自律的な
方向を強めなくちゃいけないというふうに、まあ、私の印象では、まあ、マクロンのことはよくありますけど、メルケルさんの方がむしろ先に行ったんではないかと私は思っておりますけれども、まあ、そういった状況の中でですね、じゃあこのブレグジットによってその EU、 ヨーロッパが逆に分断されたり分裂していくようなことになるんだったら、その自立どころでは本当はなくなるわけですので、まあ、その辺のこう非常にこう危ういところに今日本ヨーロッパあるいは EU はいるのかなと思っています。まあ、この研究会ではパネルでは、先ほど小川先生が少しお話になりましたけども、危機を通して統合っていうのは次のステップアップしていくんだというふうなことを私も強調してはおりますけれども、まあ、どういうふうな形で変わっていくのかということが一つ今後の我々のちょっと漠然とした言い方になりますけれども課題でありまして、そしてヨーロッパ政策パネルとしては期待を込めてですけれども、いい方に行く場合の模索の道は何か、そしてそこに日本はどう関わっていくのかということが今後の私たちのテーマになっていくのではないかなと思います。まあ、そういう意味では今日はブレグジットを伊藤沙莉先生の話を基調にしながら議論でしたけれども、改めてまたいろんなテーマが出てくると思います。ドイツの問題、デモクラシーの問題と今日挙げられた、あるいはグリーンの問題ですね、の出てきた問題でもそれを核にして広い議論ができるような話がだいぶ出てきたかと思います。今日は長時間にわたりましたけれども、皆さん最後までご協力いただきありがとうございました。また今申し上げたようなことで改めて次の第5回、第6回と会合を作っていけたらなと思っております。それからまた今日のお話もな、これはもう高畑さん、それから渡辺理事長の方からいただければいいと思いますけども、何らかの形でまとめるなり発表する機会になればと思っております。今日はどうも皆さんありがとうございました。とりあえず私議事進行係としてはここで一旦マイクを、話すことにします。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後に私から冒頭渡辺博隆先生がこのパネルは今回EU、欧州を根本的なところから考えていく機会にしたいとおっしゃられましたけれども、本当にもう本日はさまざまな多様な欧州の姿、思惑がこう入り混じっている欧州の姿が浮き彫りになり、特にこの抱えている問題といいますか、本質を構造的に示してくださいまして、私も頭の中が整理されましたし、博隆先生もおっしゃられたように、今後そのグリーンの問題とかですね、民主主義民主化の問題とかにも今後テーマを掘り下げていきたいなと思っております。あとそうですね、今後、ドイツの行方というものも欧州の名手として、世界をのこう安定化を意識してこう牽引していくのかなと思うんですけれども、なんかドイツが最近インド太平洋構想といいますか、インド太平洋ガイドラインというものを打ち出されましたけれども、その前に数年前にフランスでもそういったインド太平洋構想というのを出されていると思うんですが、他の国ではどうなのかとかですね、ドイツのそのインド太平洋ガイドラインの思惑といいますか、狙いについても、今日はもう時間がないので次の機会でもよろしいんですけれども、ご指導いただけたらと思っております。大変いいご提案いただきありがとうございます。ぜひ重要な問題ですよね。いい、よろしくお願いいたします。引き続きよろしくお願いいたします。高畑お願いします。よろしいですか。それでは本日はこれで、締めさせていただきたいと思います。失礼します。ありがとうございました。ご苦労様です。ありがとうございました。失礼します。